井花風日和ネタ一名東京散策記序東京市中散歩の記事を集めて日和ネタと題すそのいわれ本文の初めに述べおきたれば 改めてここには言わず「日和下駄は大正三年夏の初め頃よりおよそ一歳余り月々雑誌三田文学に連載したりしをこの度平人堂主人の求めにより改ざんして一貫とはなせしなりここに各気候の年月を明らかにしたるはこの書半成りて世に譲る頃には 帰するところの市内の承継にしてすでに破壊せられて跡形もなきところ少なからざらんことを思えばなり水や木造の今戸橋は早くも変じて鉄の吊り橋となり江戸川の岸はセメントに固められて再び露草の花を見ず桜田御門外また芝赤羽橋向こうの空き地には土木の工事今まさに起こらんとするにあらずや 昨日の淵今日の背となる夢の世の形見を伝えてつたなきこの蝶々幸いに後の日の語り草の種ともならばなれかし望の年晩秋、花風少子第一。日和ゲタ」。 人並み外れて性が高い上に、私はいつも日和げたを履き、コウモリ傘を持って歩く。いかによく晴れた日でも、日和げたにコウモリ傘でなければ安心がならぬ。これは年中湿気の多い東京の天気に対して、全然信用を置かぬからである。変わりやすいは男心に秋の空。 それにお上のおいじとばかり決まったものではない。春の花見ごろ、昼前の晴天は、昼過ぎの2時3時ごろから決まって風にならねば、夕方から雨になる。梅雨のうちはモースに及ばず、土曜にいれば、いついかなる時、周週配膳として来たらぬとも測りがたい。もっともこの変わりやすい空模様、思いがけない雨なるものは、 昔の小説に出てくる祭祀歌人が割なきちぎりを結ぶよすがとなりまた今の世にも芝居の羽から急に降り出す雨を幸いそのまま人目を包むほろのうちしっぽりどこぞで濡れの場を演ずる者また亡きにしもあるまいそれはさておき日和下駄の効能といわばんぞそれ冬の雨のみに限らんや天気続きの冬の日といえども 山の手一面赤土をこね返す下どけも何のそのアスファルト敷き詰めた銀座日本橋の大通りやたらに飛ぶの水をまき散らすぬかるみとて一向驚くには及ぶまい私は格のごとく日和桁を履きコウモリ傘を持って歩く市中のお散歩は子どもの時から好きであった十三師の頃 私の家は一時小石川から神治町永田町の館舎へ引き移ったことがあった。もちろん電車のない自分である。私は神田西木町の私立英語学校へ通っていたので半蔵御門を入って吹上御苑の裏手なる老将うつうつたる大官長の通りをばやがて片側に二の丸三の丸の高い石垣と深い堀とを望みながら竹橋を渡って 平川口の五条門を向こうに、昔のお月や今の文部省に沿って一つ橋へ出る。この道のりもさほど遠いとも思わず、はじめのうちは物珍しいので、帰って楽しかった。宮内省裏門の筋向こうなる平泳に沿った土手の中腹に、大きな榎木があった。その頃その木陰なる土手下の道端に井戸があって、 夏冬ともに甘酒大福餅稲荷寿司雨湯なんぞ売るものがめいめい荷を下ろして行き来の人の休むのを待っていた車力や馬方が多い時には5人も6人も休んで飯を食っていることもあったこれは竹橋の方から入ってくると五条内大官町の通りは歩く者にはそれほどに気が付かないが車を引く者には限りも知れぬ長い坂になっていて。 ちょうどこのの辺がその中途に当たっているるからである東京の地勢は格のごとく前時に麹町四ツ谷の方へと高くなっているのである夏の炎天には私も学校の帰り道井戸の水で車力や馬方とともに手ぬぐいを絞って汗を拭き土手の上に登って大えの木の木陰に休んだ。 土手にはその時分からすでに登るべからずの盾札が付き物になっていたが構わず登れば堀を隔てて遠く町が見える格のごとき眺望はあえてここのみならず外堀の松陰から牛米小石川の高台を望むと同じくまず東京中での絶景であろう私は錦町からの木と 桜田御門の方へ回ったり九段の方へ出たりいろいろ遠回りをして目新しい町を通ってみるのが面白くてならなかったしかし一年ばかりの後途中の光景にも少し飽きてきた頃私のうちは再び小石川の旧宅に立ち戻ることになったその夏初めて両国の水蓮場へ通い出したので 今度は繁華の下町と大川筋との光景に人方ならぬ日を催すこととなった「今日東京市中の散歩は私の身にとっては生まれてから今日に至る過去の生涯に対する追憶の道をたどるにほかならない」「これに加うるに日々昔ながらの名所戸籍を破却していく時世の変遷は市中の散歩に 無情悲哀の寂しい死守を帯びさせるおよそ近世の文学に現れた後輩の詩情を味わおうとしたらエジプトイタリーに赴かずとも現在の東京を歩むほど無残にも痛ましい思いをさせるところはあるまい今日見て過ぎた寺の門昨日休んだ路傍の退治もこの次再び来る時には 必ず貸子屋か製造場になっているに違いないと思えばそれほどゆかりのない建築もまたはそれほど年へぬ樹木とても何とはなく奥ゆかしくまた悲しく打ちあおがれるのである。一体江戸名所には昔からそれほど誇るに足るべき風景も建築もあるわけではない。すでに 方針祭企画が累光時にも、隅田川絶えず名に流れたれど、かも桂よりは卑しくして片落ちしたり、山並みもあらばと願わし、目黒は物降り山坂面白けれど果てしなくて水通し、佐賀に似て寂しからぬ風情なり、王子は宇治の芝舟のしばし目を流すべき島山もなく、 五国寺は吉野に似て一目千本の雪のあけぼの思いやらぬる,るにやここも流れなくて口よし住吉を移し祭る佃島も岸の姫松の少なきに反り橋のたゆみおかしからず財布はあがめ立て祭る名のみにして染川の色に河童干し渡し重い川の夜辺に悪田をうずむ戸風呂観音寺唐へと言わんに四つ目の鐘の裸なる 苛寺のいらかの白地なるぞ屏風立てしようなり木立薄く梅もみじせず弥生の末富士にすがりて回廊にむしろをもうくるばかり野には心も止まらずうんんそして企画は江戸名所のうちただ一つ無傷の名作は「快晴の富士ばかり」だと成したこれおそらくは江戸の風景に対する 最も公平なる批評であろう江戸の風景同宇には一つとして京都奈良に及ぶべきものはないそれにもかかわらずこの都会の風景はこの都会に生まれたるものに対して必ず特別の教師を催させたそれは昔から江戸名所に関する案内記教科集絵本の類のおびただしく出版されたのを見ても容易に推量することができる 太平の世の武士長人は物見有産を好んだ花を愛し風景を眺め戸籍を問うことはすなわち風流な最も上品なたしなみとして尊ばれていたので実際にはそれほどの興味を持たない者も,も時にはこれをてらったに相違ない江戸の人が最も盛んに江戸名所を訪ね歩いたのは私の見るところ やはり教科前の天命以後であったらしい江戸名所に興味を持つには是非とも江戸経文学の素養がなくてはならぬ一歩進めれば下作者肩たぎでなければならぬこの頃私が日和桁をカラカラ鳴らして再び市中の散歩を試み始めたのは無論江戸経文学の感化であることを拒まない。 しかし私の趣味のうちにはおのずからまた近世ジレッタンチズムの影響も混じっていよう1905年パリのアンドレアレという一新聞記者が社会百般の現象をオーバー芝居でも見る気になってこれを見物して歩いた記事とまたフランス各州の都市戸籍を歩き回った印象記と合わせてアン・フラーナンと題するものを公にした。 その時アンリー・ボルドーという批評家がこれを機会としてジレッタンチズムの何たるかを解剖を批判したことがあったここにそれを紹介する必要はない私はただ西洋にも市内の散歩を試み近世的世相と並んで過去の異物に興味を持った同じような傾向の人がいたことを断っておけばよいのであるアレイは西洋人のことゆえ その態度は無論、私ほど社会に対して無関心でもなく、また非尊的でもない。これはその本国の事情が異なっているからであろう。彼は別になすべき仕事がないからやむを得ず散歩したのではない。自ら進んで観察しようと企てたのだ。しかるに私は、別にこれといってなすべき義務も責任も何にもない、いわば隠居同様の身の上である。 その日その日を送るになりたけ世間へ顔を出さず金を使わず相手を要せず自分一人で勝手にのんきに暮らす方法をといろいろ考案した結果の一つが市中のの歩きとなったのであるフランスの小説を読むと落ちぶれた貴族の家に生まれた者がわずかの遺産に自分の身だけはどうやらこうやら日常の衣食には事かかぬ代わり 浮世の楽しみをよそに人交わりもできず一生涯をはかなく寂しく無意無能に贈る様を描いたものがたくさんあるこういう人たちは何か世間に名をなすような専門の研究をしてみたいにもそれだけの元手がなし職業を求めて働きたいにも働く口がないせんかたなく素人絵を描いたり釣りをしたり墓地を歩いたりしてなりたけ金のいらないようなその日の贈り方を考えている。 私の境遇ははそれとは全く違う。しかしその行為とその考えとはやや同じであろう。日本の現在は文化の乱熟してしまった西洋大陸の社会とは違って資本の有無にかかわらず自分さえやる気になればなすべき事業はたくさんある。男女右往の党を集めて芝居をしてさえ もし芸術のためというような名前を付けさえすればそれ相応に観客が来る田舎の中学生の共栄心を誘い出して刀匠を募れば文学雑誌の経営もまた容易である事前と教育との美名のもとに弱い家業の芸人を脅しつけて安く出演させ切符の押し売りで興行をすれば濡れてで泡の大儲けもできる富豪の人身攻撃から だんだんにこわもての名前を売り出し、懐の温かくなった潮時を見計らって、妙に紳士らしく上品に構えれば、やがて国会議員にもなれる世の中。現在の日本ほど、なすべきことの多くして、しかも容易な国は、おそらくあるまい。しかし、そういうふうな世渡りを潔しとしない者は、よろしく自ら譲って退くよりほかはない。 市中の電車に乗って行く先を急ごうというには乗り換え場を過ぎる旅ごとに見えも停滞も構わず人を突きのけがむしゃらに飛び乗る万有がなくてはならぬ。自らその万有なしと顧みたならばいたずらに空いた電車を待つよりも泥亀の歩み父たれども自動車の通らない横丁あるいは宿滞制の破壊を免れた旧道をテクテクと歩くにしくはない。 市中の道を行くには必ずしも施設の電車に乗らねばならぬと決まったものではないいささかの遅延をしのべばまだまだ悠々として闊歩すべき道はいくらもあるそれと同じように現代の生活はアメリカ風の努力主義をもってせざれば食えないと決まったものでもないひげを生やし洋服を着て苔を脅そうという田舎紳士風の野心さえ起こさなければ よしや身に一線の蓄えなく友人と称する共謀者先輩もしくは親分と称するあゆの目的物など一切皆無たりともなお悠々自適の生活を営む方法は少なくはあるまい同じ露天の大道商人となるとも自分はひげを生やし洋服を着て演説区長に医学の説明でイカ様の薬を売ろうよりむしろ黙して 裏町の縁日にぼったら焼きを焼くか新小細工でもこねるであろう。苦学生に紛争したこの頃の行商人が、王風に靴音高く、がらりと人のうちの公子堂を開け、田舎なまりの高声に、奥様はおいでかなぞと、ややともすればゆすりがましい凄みな態度を示すに引き比べて、昔ながらのキャハン、わらじにすが傘をかぶり、孫太郎虫やイボタの虫、箱根山、三所の魚または、 越中富山の千金丹と呼ぶ声秋の夕べや冬の明日などこの声を聞けば何とも知れず悲しく寂しい気がするではないか。<laughs> されば私のてくてく歩きは東京という新しい都会の相関を装備してその神秘的価値を論じようというのでもなくさればとて熱心に江戸なる旧都の戸籍を探りこれが保存を主張しようというわけでもない。 いかんとなれば現代人の古美術保存というやつがそもそも古美術の風刺を害する原因で古社寺の周囲に鉄の鎖を張りペンキ塗りの縦札に例の何々すべからずをやるくらいならまだしも結構古社寺保存を名とする修繕の請負い工事などときてはこれ全く破壊の暴挙に類することは改めてここに実例を挙げるまでもないそれゆえ私はただ 目的ななくブラブラ歩いいいいてて好き勝手なことを書いていればよいのだ「うちにいて女房のヒッセリー面に浮世をはかなみあるいは新聞雑誌の訪問記者に襲われてせっかく掃除した火鉢を敷島の吸い殻だらけにされるより暇があったら歩くにしくはない」「歩け歩けと思って私はテクテクブラブラのそのそといろいろに歩き回るのである。 元来が格のごとく目的のない私の散歩にもし幾く分でも目的らしいことがあるとすればそれは何ということなくコウモリ傘に日和桁を引きずっていくうち電車通りの裏手などにたまたま残っている祝海聖以前の旧道に出たりあるいは寺の多い山手の横丁の木立を仰ぎ土墓や堀割の上にかけてある名も知れぬ小橋を見るときなど何となく その錆びれ果てた周囲の光景が私の感情に調和してしばし我にもあらず立ち去りがたいような心持ちをさせるそういう無用な考えに打たれるのが何より嬉しいからである同じ荒廃した光景でも名高い宮殿や城郭ならば山体史などで人も知っているように体液か高沈か諸々に疑う 白母の紀春雨のうち、あるいはまた「煬帝の春遊せる古城あり階級の放送人家に密」などと詩にも歌にもして伝えることができようしかし私の好んで日和桁を引きずる東京市中の拝誌は「ただ私一個人にのみ教師を催させるばかりで容易にその特徴を説明することのできない平凡な景色である。 例えば「砲兵交渉のレンガべにその片側を限られた小石川の富坂おばもう折り尽くそう」という左側に一筋の溝川があるその流れに沿ってこんにゃく閻魔の方へと曲がっていく横丁なぞすなわちその一例である両側の柳は低く道は勝手次第にうねっていて 電気塗りの看板や模造専用作りのガラス戸などは一見も見当たらぬところから折々氷屋の旗などのひらめくほかには横丁の眺望に色彩というものは一つもなく仕立てや芋や駄菓子屋提灯屋など昔ながらのなりわいにその日の暮らしを立てているうちばかりである私は新海町の借家の門口に よく、〜何々商会だの、〜何々事務所などという寄付だのを霊々しく下げてあるのを見ると、何ということもなく、新時代のかかる企業に対しての不安の念を起こすとと,ともに、その首謀者の人物についても、甚だしく危険を感じるのである。それに引き換えて、こういう貧しい裏町に、昔ながらの貧しい都政をしている年寄りを見ると、同情と悲哀とに加えて、また尊敬の念を禁じ得ない。 同時にこういううちの一人娘は今頃終戦屋の餌になってどこぞで芸者でもしていわせぬかとそんなことに思い至ると愛も変わらず日本固有の中高の思想と人身売買の習慣との関係やら続いてその結果の現代社会に及ぼす影響などについていろいろ込み入った考えに沈められるついこの間も麻布網代長編の裏町を通った時 私は活動写真や国技館や寄せなどのビラが崖地の上から吹いてくる夏の風にひるがえっている氷屋の店先、表から一目に見通される奥のまで十五六になる娘が清本をさらっているのを見ていつものようにそっと歩みを止めた。私は不健全な江戸の音楽というものが今日の世にその名脈を保っていることをいぶかしく思うのみならず、今もって そのの愛がどうしてかかかくも私の心をを刺激するかを不思議に感じなななければならなかった「何気なく裏町を通りかかって小娘の弾く三味線に感動するようでは私は到底世界の新しい思想を迎えることはできまい。それとともにまたこの江戸の音曲オバ霊々しく電気塔の下で演奏せしめる世俗一般の風潮にも伴っていくことはできまい。 私の感覚と趣味とまた思想とは私の境遇に一大打撃を与える何者かの来たらざる限り次第に私をして心を返境をならしめついには全く世の中から除外されたものにしてしまうであろう私は折々反省しようと努めてもみる同時に心柄なる身の末は一体どんなになってしまうものかと一層法的して自分の身をば他人のように その儚い行く末に対して皮肉な一種の好奇心を感じることすらある自分で己の身をつねってこのくらい力を入れればなるほどこのくらい痛いものだと一人でいじめて一人で涙ぐんでいるようなものであるある時は表面に転端遮断を装っているが心の底には絶えず儚い諦めを宿しているこれがために 「涙で汚すおしろいのその顔を隠す無理な酒」というような珍しくもない歌が聞くたびごとに私の心には一種特別な刺激を与える私は後ろから勢いよく襲いすぎる自動車の響きに老狽して表通りから日の当たらない裏道へと逃げ込みそして人に遅れてよろよろ歩み行くところに我が一家の興味とともに苦しみ また得意とともに悲哀を見るのである 2> 第二、因子裏町をゆこう横道を歩もう格のごとく私が好んで日和ネタをからから鳴らしていく裏通りには決まって因子がある因子は昔から今に至るまで 政府の被護を受けたことはない目こぼしでそのままに打ち捨てておかれれば結構ややともすれば取り払われるべきものであるそれにもかかわらず因子は今なお東京市中数え尽くされぬほどたくさんある私は因子を好む裏町の風景にある趣を添える上から言って因子は はるるるかかに銅像以上の神秘的価値がああらである本庄深川の掘割の端には麻布芝辺の極めて急な坂の下あるいは繁華な町の蔵の間または寺の多い裏町の角などに立っている小さな祠やまた雨ざらしのままなる石像には今もって必ず願掛けの絵馬や奉納の手ぬぐいある時は線香などが挙げてある。 現代の教育はいかほど日本人を新しく狡猾にしようと努めても、いまだに一部の愚昧なる民の心を奪うことができないのであった。路傍の因子に祈願を込め、かけたお地蔵様の首によだれかけをかけてあげる人たちは、娘を芸者に売るかもしれぬ、義賊になるかもしれぬ、無人や富くじの行行のみを夢見ているかもしれぬ。しかし彼らは、 他人の思考を新聞に投書して復讐を企てたり正義人道を名として金をゆすったり人を迫害したりするような文明の武器の使用法を知らない因子は大抵その演技とまたはその貢献のあまりに口頭無形なことからなんとなく滑稽の趣を伴わすものである聖殿様には 油揚げのおまんじゅうをあげ大黒様には二股大根お稲荷様には油揚げをあげるのは誰も皆知っているところである芝日陰町にサバをあげるお稲荷様があるかと思えば駒込には放禄をあげる放禄地蔵というのがある頭痛を祈ってそれが治ればお礼として放禄をお地蔵様の頭の上に乗せるのである 菓子の茅寺には虫歯に印のあるアメナメ地蔵があり金龍山の境内には塩をあげる塩地蔵というのがある小石川富坂の玄格寺にある応援ん様にはこんにゃくをあげ大久保百人町の紀王様には質のお礼に豆腐をあげる向島の興福寺にある石の婆様には子供の百日席を祈って入り豆を供えるとか聞いている。 無邪気でそしてまたいかにもゲスばった、これら愚民の習慣は馬鹿林にひょっとこの踊りまたは半地物見たような奉納の絵馬の拙ない絵を見るのと同じようにいつも限りなく私の心を慰める単におかしいというばかりではない理屈にも議論にもならぬ馬鹿馬鹿しいところによく考えてみると一種物哀れなような 妙な心持ちのするところがあるからである第3木目に青葉山ほとぎす初月を江戸なる過去の都会の最も美しい時節における城主は簡単なるこの十七字に言い尽くされている。 北斎及び広重らの江戸名所絵に描かれたところこれを文字に変えたならばすなわちこの一句に尽きてしまうであろう東京はその市内のみならず周囲の近郊まで日々開けていくばかりであるがしかし幸いにも社事の境内、詩人の邸宅また崖地や道のほとりにまだまだおびただしく樹木を残している 今や工場の梅園と電車の響きとに日本晴れの空にもとんびひょろひょろの声まれに雨上がりの更けた夜には月は出てもホトドギスはもう泣かなくなった。初月後の味わいとてもまた汽車と氷との便あるがために昔のようにさほど珍しくもなくなった。しかし目に見る青葉のみに至っては 毎年放ちる後の新暦5月となれば下町の川のほとりにも山手の坂の上にも市中至る所その色の美しさに我らは東京なる都市に対して初めて江戸伝来の固有なる快感を催しうるのである東京に住む人試みに初めて合わせを来たその日の朝と言わず昼と言わずまた夕暮れと言わず 外出の檻の道すがら九段の坂上神田の明神湯島の天神または芝の愛宕山など随所の高台に登って市中を見渡したまえ輝く初夏の空の下際限なく続く瓦屋根の間間にあるいはイチョウあるいはシイカシヤナギなどいずれも新緑の色鮮やかなる梢に日の光の麗しく照りそうさまを見たならば 東京の都市は模倣の西洋づくりと電線と銅像とのためにいかほど醜くされてもまだまだ全く捨てたものでもない東京にはどこと言って口には言えぬがやはりなんとなく東京らしい固有な趣があるような気がするであろうもし今日の東京に果たして都会美なるものがありうるとすれば私はその第一の要素をば 樹木とと水流に待つものと断言する「山の手を覆う老樹と下町を流れる川とは東京市の有する最も尊い宝である」「パリのパリたる体裁は寺院宮殿劇場等の建築があればたとえ木と水なくとも足りるであろうしかるに我が東京においてはもしう然たる樹木なくんば」 壮麗なる芝山内の霊廟とても完全にその美とその意義とを保つことはできまい庭を作るに木と水と必要なるは言うまでもない都会の美観を作るにもまたこの二つを除くわけにはいかない幸いにも東京の地には昔からおびただしく樹木があった今なお芝田村町に残っているイチのごとく 徳川氏入国以前からの古木だと言い伝えられているものも少なくはない小石川久方町なる高円寺の大井町また麻布善福寺にある親鸞上人手植えのいちと称せられるもののごときいずれも数百年の老樹である浅草観音堂のほとりにも名高いいちの木は2株もある 小石川植物園内の大イチは維新後危うく切り倒されようとした斧の跡が残っているために今ではかえって老女を愛着する人の多く知るところとなっている東京市中にはもしそれほどの古事来歴を有せざるイチの大木を探り歩いたならまだなかなか数多いことであろう小石川水道端なる往来の真ん中に立っている第六天の祠のそば また柳原通りの汚い古着屋の屋根の上にも大きなイチョウが立っている神田小川町の通りにも私が一橋の中学校へ通う頃には大きなイチョウが煙草屋の屋根を貫いて電信柱よりも高くそびえていた麹町の番長編牛込御徒町編を通れば昔は旗本の屋敷らしい邸内のそこここにイチョウの大樹が立っているのを見る。 伊調は紅葉の頃神社仏閣の粉壁修乱と相対して眺むる時最も日本らしい山水をなすここにおいて浅草観音堂の伊調はけだしとうとの高尊受注の貫たるものと言わねばならぬ明和の昔この樹下に幼児店柳屋ありその美女お富士の姿は今に鈴木春信 一筆祭文長らの錦絵に残されてある「イチに比すれば松はさらによく神社仏閣と調和してあくまで日本らしくまたシナらしい風景を作る」「江戸の武士はその邸宅に花ある木を植えず常盤木の中にてもことに松をたとび愛したゆえに 元武家の屋敷のあったところには今もなお緑の色変えぬ松の姿にそぞろ昔を思わせるところが少なくない市ヶ谷の堀端に弘力松高田生松町に鶴亀松がある広重の絵本「江戸土産」によって江戸の都人氏があまねく名高い松として長め称し,したるものをあぐれば尾長川の五本松八景坂の鎧掛松 ザブの一本松寺島村蓮華寺の末広松青山龍眼寺の笠松亀戸府門院のおしか掛松柳島妙見堂の松根岸のお行の松隅田川の守備の松などそのほかなおいくらもあろうしかし大正三年の今日幸いに腰せざる者幾く,くぞや。 青山龍眼寺の松は北斎の錦絵「富岳三十六景中」にも描かれてある私は大久保のわび住まいより遠くもあらぬ青山をめがけ昔の江戸図を頼りにしてその寺を探しに行ったことがある寺は青山連平城を横切って平永の裏手なる千駄ヶ谷の一宮に残っていたが道儀は見る影もなく改築せられ境内狭しと建てられた菓子屋に 松は愚か庭らしい空き地さえ見当たらなかったこの近くに山手の新日暮里と言われて日暮里の花見寺に比較せられた千住院の名園あることはこれも江戸名所杖で知っているところから日和桁の歩きついでに尋ねあててみれば古びた草門をくぐって登る石段の両側に茶の木の美しく刈り込まれたるに辛くも昔をしのぶのみ。 庭は跡形もなく切り開かれ本堂の横手の墓地も申し訳らしくわずかな実望を残すばかりであった今日上野博物館の構内に残っている松は寛永寺の朝日の松または稚児の松とも称せられたものとやら守備の松はすでに後なけれど根岸にはなおお行の松の健やかなるあり麻布本村町の総慶寺には絶好の松 日本の荒野山には「どっこの松」と称せられるものがあるその形古き絵に比べ見て同じようなればいずれも昔のままのものであろう柳は桜とともに春来たればこき混ぜて都の錦を織り成すものゆえ市中の樹木を愛する者決してこれを観客するわけには行くまい。 桜には上野の秋式桜、平川天神の右近の桜、麻布郊外町長国寺の上門桜、青山梅宗院の広い桜、また、今日はありやなしや知らねど、名所へにて名高き渋谷の金能桜、柏木の上門桜、あるいはまた、駒込吉祥寺の並木の桜のごとく、来歴あるものを求めればあまたあろうが、柳に至っては、 これといって名前のあるものはほとんどないようである随の陽台長安に賢人宮を営むや河南に埼京を開き包に柳をうること一千三百里という金伝玉楼その影を緑波に流すところ春風に龍女は雪と飛び紅葉は秋風にひひとして真雨様を思い見れば さながら青貝の屏風七宝の小刀器を見るごとき色彩の幻惑を覚えるけだし水の流れに柳の糸のなびき揺らめくほど心地よきはないとうとう柳原の土手には神田川の流れに望んで筋替の見附から浅草見附に至るまでさんさんとして柳が生い茂っていたが東京に改められると間もなく 包みは取り崩されて今見るごとき赤レンガの長屋に変わってしまった柳橋に柳なきはすでに龍北先生龍京紳士に「橋は柳をもって名となすに一種の柳も植えず」とあるしかして両国橋よりやや川下の溝に小橋あって元柳橋と言われここに一樹の老竜ありしは龍北先生の道書にも見え また小林清家王が東京名所絵にも描かれてある。図を見るに川面こむる朝霧に両国橋薄積みに霞み渡りたる小なたの岸に幹太き一路の柳少しく斜めに成りて立つその木陰に島の着流しの男一人手ぬぐいを肩にし後ろ向きに水の流れを眺めている漢画の趣おのずから画面にあふれなんとなく 舟の露線とかもめの泣く音さえ聞きうるような心地がするかの柳はいつの頃枯れ朽ちたのであろう今は貸しの様子も変わり小流れも埋め立てられてしまったので元柳橋の跡も訪ねにくい半蔵御門より外桜田の堀あるいはまた日比谷馬場先和田倉御門外へかけての堀端には 一斉に柳が植わっていてところどころに水巻きの車が偏寄せてあるこの柳はおそらく明治になってから植えたものであろう広重がうと名将の錦絵のうち外桜田の境を見ても堀端の往来際には一本の柳とても描かれてはいない土手を降りた水際の柳の井戸のところにただ一株の柳があるばかりである 世の危険をもってすれば水を隔てて対岸なる古城の石垣と牢章を望まんにはこちらの包みに柳あるは眺望を遮りまた眼界を狭くするの嫌いあるがゆえにむしろ泣きにしくはないいわんやかかるところに西洋風の楓のごときをうるにおいておや東京市はしきりに西洋都市の外観にならわんと欲して 近頃この種の楓または土地の類を各区の路肋に植え付けたがその最も不調はなるは赤坂紀の国坂の往来に越すところはあるまい赤坂離宮のいかにも御所らしく京都らしく見える筋米に対して異国種の楓の並木は何たる突飛ぞや山の手のことに掘り近きところの往来には並木のようは更にない 並木の緑なくとも山の手一帯にはどこということなく樹木が目につく並木は繁華の下町において最も効能がある銀座駒形人形町通りの柳の木陰に夏の夜の露天にぎわうありさまは扇風機なくとも天然の涼風自在に吹き通う星の下なる一大観光場に等しいではないかとかの樹木にして 以上のほかなお有名なるは青山連平城内のなんじゃもんじゃの木本郷西方町安倍伯爵家の C 同区弓町のオークスの木芝三田八須賀講釈邸の C などがある煩わしければいちいち述べず第4地図 コウモリ傘をつに、日和桁を引きずりながら市中を歩むとき、私はいつも、携帯に瓶なる火影版の江戸切図を懐にする。これは何も今時出版する赤飯釣りの東京地図を嫌って、ことさら昔の木版絵図を慕うというわけではない。日和桁引きずりながら歩いていく現代の街路をば、歩きながらに昔の地図に引き合わせていけば、 おのずから労せずして江戸の昔と東京の今とを目の当たり比較対象することができるからである例えば牛米弁天町編は道路取り広げのため近頃全く面目をことにしたがその裏通りなる小流れに今なおその名を残す寝頃橋という名前謎からこれを江戸切りずに引き合わせて 私は歩きながらこの辺に寝頃組同心の屋敷のあったことを知る時など歴史上の大発見でもしたようにわけもなくむやみと嬉しくなるのであるかようなばかばかしい無益な興味のほかにまた一つ昔の地図の便利なことは雪月下の名所や神社仏閣の位置をばことさら目につきやすいように色づりにしてあるのみならず時としては案内機のように このところより何々までおよそ幾町植木や王子などと説明が加えてあることである。およそ東京の地図にして精密正確なるは陸地測量部の地図に勝るものはなかろう。しかしこれを眺めても何らの興味も起こらず風景の遺憾をもさらに想像することができない。土地の工程を示すゲジゲジの足のような符号と、 何番分の一とか何とかいう物差し一点張りの性格と精密とはかえって遠い側面の自由を失い見る人をしてただ煩雑の思いをなさしめるばかりである見よ不正確なる江戸絵図は上野のごとく桜咲くところには自由に桜の花を描き柳原のごとく柳あるところには柳の糸を添えうるのみならずまた飛鳥山より 遠く日光筑波の山々を見ることを得れば直ちにこれを雲の彼方に描き示すがごとく臨機応変に全く相反せる製図の方式態度を併用して興味津々よく平易にその容量を得得せしめているこの点よりして不正確なる江戸絵図は正確なる東京の新地図よりもはるかに直感的また印象的の方法に入れたものと見ねばならぬ。 現代西洋風の制度は、政治、法律、教育、万般のこと、ことごとくこれに等しい。現代の裁判制度は、東京地図の煩雑なるがごとく、大岡一善守の,の眼力は江戸絵図のごとし、さらに豪華ゆれば、東京地図は幾何学のごとく、江戸絵図は模様のようである。江戸絵図は、かくて日和げた高森傘とともに、 私の散歩には是非ともなくてはならぬ伴侶となった。江戸絵図によって見知らぬ裏町を歩み行けば、身はおのずからその時代にあるがごとき心持ちとなる。実際、現在の東京中には、伊豆湖に行くとも心より甲骨として猿に忍びざるほど美麗な、もしくは荘厳な風景建築に出会わぬ限り、いろいろと無理な方法をとり、 これによってわずかに幾分の興味を作り出さねばならぬ。叱らざればいかに無料なる肝心の身にも現今の東京は全く散歩に耐えざる都会ではないか。西洋文学から得た輸入思想を頼りにして例えば銀座の角のライオンを持って直ちにパリのカフェに儀し帝国劇場を持ってオペラになぞらえるなぞ むや,みやたらに東京中を西洋風に空想するのもある人にはあるいは有益にして興味ある方法かもしれぬしかし現代日本の西洋式義文明が森永の西洋菓子のごとく女優のダンスのごとく無味切裂なるものと感じられる共柄に対しては東京なる都会の興味は勢い証拠的逮捕的足らざるを得ない。我々は ヶ外堀の埋め立て工事を見ていかにするとも将来の新美観を予測することのできない限り相席の城は自ら人をしてこの堀に喫下の福育とした昔を思わしめる私は四谷見附を出てから右極した外堀の包みのちょうどその曲がり角になっている本村町の坂上に立って次第に地勢の低くなりゆくにつれ 目の届く限り市ヶ谷から牛込を経て遠く小石川の高台を望む景色をば東京中での最も美しい景色のうちに数えている「市ヶ谷八幡の桜早くも散って茶の木稲荷の茶の木の生垣伸びしげる頃堀端伝いの道すがら行く手に望む牛込小石川の高台かけて緑滴る真珠の小にゆらゆらと初夏の雲涼しげに動く空を見るとき」。 私は何の言われもなく山手のこの辺りを中心にして江戸の京化が没興した天明時代の風流を思い起こすのである「京化再造集夏の薪に言わずや主花馬場金螺地花は皆卸太鼓となりぬらしカツオに似たる今朝の横雲真珠昨の短」 花の山、匂い袋の春過ぎて青葉ばかりとなりにけるかな衣替え、事業固まる。夏たちて布この綿は抜きながらたもとに残る春の花紙江戸の東京と解消せられた当時の東京絵図もまた江戸絵図と同じく「 我が日のの散歩に興味を添えしむるものである。もであ私は小石川なる父の家の文札に「第四大工第何小工何町何番地」と所脇のしてあったのを記憶している「東京府が今日のごとく十五区六軍に区画されたのはちょうど私の生まれた頃のことそれまでは十一の大工に分かたれていたのである」 私は龍北の随筆吉幾の錦絵清近の名所へ、これに東京絵図を合わせ照らしてしばしば明治初年の混沌たる新時代の感覚にふるることを楽しみとする市中を散歩しつつこの年代の東京絵図を開き見れば諸書の主だった大名屋敷は大抵海陸軍の御用地となっている下や佐竹の屋敷は朝練場となり 市ヶ谷と戸塚村なる美の小石川なる水戸の藩邸も今日我々の見るごとく陸軍の所轄となり名高き庭園もおいおいに踏み荒らされていく鉄砲図なる白川落王公がお下屋敷の翼王院は小石川の後楽園と並んで江戸名園の一つに数えられたものであるが今は海軍省の軍人ががやがや寄り集まって酒を飲む クラブののようなものになもにっってしまった江戸絵図より目を転じて東京絵図を見れば誰しもフランス革命史を読むがごとき漢に打たれるであろう我々はそれよりも時としてはさらに深い考えに沈められると言ってもよい何故なればフランスのシトワイアンは聖変のために軽々しくベルサイユのごときルーブルのごとき大いなる 国民的的美術的建築物を小墓地はしなかかったからである現代官僚の教育は常に弘法の教えを尊び中高人義の道を説くと聞いているがお茶の水を過ぎるたびたび行幸の二次を掲げた大正殿の表門を仰げば瓦は落ちたるままに雑草ものぞかず風雨の破壊するがままに任せてある。しかしかて世人の さらにこれを怪しまざるがごときに至っては、我らはただ呆然たるよりほかはない。第五寺。杖の代わりの高森笠とともに、私が市中散歩の道しるべとなる昔の江戸切絵図を開き見れば、江戸中には東西南北 至るところにおびただしく寺院神社の散在していたことがわかる江戸の都会より諸侯の官邸と武家の屋敷と神社仏閣を除いたなら残るところの面積はほとんどないくらいであろう明治初年神仏の区別を文明にして以来ことには近年に至って祝改正のため仏寺の取り払いとなったものは少なくないそれにもかかわらず 寺院は今なお市中出こという限りもなくあるいは坂の上崖の下川のほとり橋の木は至る所にその門と銅の屋根をそびやかしている一箇所大きい寺のある辺りには達中また寺中と呼ばれて小さい寺が幾軒も続いているそして町のなさえ寺町と言われたところは 下や浅草牛米四ツ谷芝をはじめ各区に渡ってこれを見いだすことができる私は目当てなく散歩するうちおのずからこの寺の多い町の方へと飲み日和下駄を引きずっていく上野寛永寺の老格は早く陛下にかかり芝増上寺の本堂も祝遊の災いに遭うこと再三谷中天皇寺は わずかに傾ける五重塔に王子の名残をとどむるばかり本城羅漢寺のサザエ堂もすでに大敗し中なる五百の羅漢のみ幸いに移されてその大半を今や郊外目黒の一寺院に見るかくては今日東京市中の寺院にして林間の美沈黙を幻惑せしむる者は わずかに浅草の観音堂音は五国寺の三門その他二三に過ぎない歴史また美術の上よりして東京市中の寺院がさしたる興味を引かないのは当然のことである私は秩序を立てて東京中の寺院を歴訪しようというわけでもなくまた強いて人の知らない寺院を探し出そうと企てているわけでもない私はただ 古びた貧しい小家続きの横丁などを通り過ぎる時ふと道のほとりに半ば崩れかかった寺の門を見つけてああこんなところにこんなお寺があったのかと思いながらそっとその門口から境内を伺い青々とした苔と古い池に茂った水草の花を見るのがなんとなく嬉しいというにすぎない京都鎌倉辺りの名高い寺々を見物するのとは異なって 東京市中に散在したつまらない寺にはまた別種の興味があるこれは単独に寺の建築やその歴史から感じる興味ではなくいわば小説の情景もしくは芝居の道具立てを見るような興味に似ている私は本庄深川辺の堀割りを散歩するおり有潮の水が低い岸から往来まで溢れかかって 胸や肥舟のトマが貧家の屋根よりもかえって高く見える間からふと彼方に偽善としてそびえる寺院の屋根を望み見る時しばしば木阿弥劇中の背景を思い起こすのである角のごときどぶどろ臭い堀割と腐った木の端と肥舟やゴミ舟や胸割長屋などから成り立つ陰酸な光景中に寺院の屋根を望み木魚と鐘とを聞く趣は 本所ととのみなならず浅草下屋辺においいてもまた変わるところがない私は今近世の社会問題からは全く隔離して仮に単独な絵画的視境の上からのみかかる貧しい町の光景を見るとき東京の貧民窟にはロンドンやニューヨークにおいて見るがごとき西洋の貧民窟に比較して同じ悲惨なうちにもどことなく 夕べからざるる静寂の木が潜んでいるように思われるもっとも深川小名川から猿江あ辺りの工場町は工場の建築と無数の煙突から吐く梅園と絶え間なき機械の振動とによりてやや西洋風なる余裕なき悲惨なる光景を定式たったが今は叱らざる他の場所の貧しい町をうかがうにバスへの路地や裏長屋には仏教的迷信を背景にして 江戸時代から伝習しきたったそのままなる日陰の生活がある平らにして無責任なる愚民の疲労をせる物哀れな人中の生活がある近来一部の政治家と新聞記者とは各自党派の勢力をはらんがためにこれらの裏長屋にまで人権問題の福音を強いようと焦り立っている。 さればやがて数年の後には「ほっけのうちわ太鼓」や「百万遍の声」全く闇。み路地裏の水道共用線の周りからは人権問題と労働問題のかしましい演説が聞かれるに違いないしかし効果か不効かいまだ全く文明化せられざる今日においてはかかる浦長屋の路地打ちには時として「一子があずさいみ」の歌も聞かれる清本も聞かれる 裏盆ののやいい向かい火の煙も見られる彼らが江戸の先生時代から遺伝式きった格のごとき儚ない恨みしい諦めの精神修行が前自新時代の教育その他のために消滅しいたずらに覚醒と反抗の真空機に触れるに至ったならば私はその時こそ真に仮想社会の悲惨な生活が開始せられるのだ。 そして政治家と新聞記者とが十分に私欲を満たす時が来るのだと信じているいつの世にか弱い者の利を得た時代があろう弱い者が自らその弱いことを忘れ軽々しく不白なる時代の声に誘惑されようとするのは誠によその見る目も痛ましい限りと言わねばならぬ私は あえて自分一家の趣味ばかりのために古寺と荒れた墓場とその付近になる裏屋の貧しい光景とを喜ぶのではない江戸先生時代の迷信と無知と伝承した彼らが生活の外形に接して直ちにこれを我が精神収容の一助になさんと欲するのである実際私は下や浅草本所深川辺りの古寺の多い土墓際の町を通るたびたび、 見るもの聞くものから幾多の教訓と考えとを授けられるか知れない私は日清月歩する近世医学の貢献を信じないのでは決してない電気治療もラジウム光線の力をもあながち信用しないのではないしかし私はここに不衛生なる裏町に住んでいる儚い人たちが今なお迷信と煎じ薬とにその生命を託し この世を夢と簡単に諦めをつけていることを思えば私は医学の進歩しなかった時代の人々の病苦災難に対する態度の大善たるとその生活の簡易なるとに対して深く敬慕の念なきを得ないおよそ近世人の喜び迎えて便利と呼ぶものほど意味なきものはない東京の書生がアメリカ人のごとく万年筆を便利として使用し始めて以来 文学に科学にどれほどの進歩が見られたであろう。電車と自動車とは。東京市民をしてよく時間の接見を実施させているのであろうか。私はかように好んで下町の寺とその付近の裏町を訪ねて歩くとともに。また、山の手の坂道に望んだ寺をも決して観客しない。山の手の坂道は。 しばしばその麓にそびえ立つ寺院の屋根樹木と相まって一服の甲賀とを作ることがある私は寺の屋根を眺めるほど愉快なことはない怪異なる鬼瓦を起点として本流のごとく傾斜する寺院の瓦屋根はこれを下から打ち仰ぐ時もあるいはこれを上から見下ろす時も共に夕べからざる爽快の感を催させる 近来日本人は土木の功を起こすごとに努めて欧米各国の建築を模倣せんとしているが私の目には未だ一つとして時間の屋根を仰ぐがごとき雄大なる美観を起こさせたものはない新時代の建築に対する我々の失望はただに建築の様式のみにとどまらず建築と周囲の風景樹木等の不調はなることである 現代人の好んで用いるレンガの赤色と松杉のごとき植物の濃く強き緑色と光線の激しき日本固有の藍色の空とは何たる永遠の不調和であろう日本の自然はことごとく強い色彩を持っているこれにペンキあるいはレンガの色彩を退治せしめるのはあまりに無謀と言わねばならぬ試みに寺院の屋根と日差しと回廊を見よ 日本人の建築は山に川に村に都にいかなるところに置いても必ずその周囲の風景と樹木とまた空の色とに調和してここに特色ある日本固有の風景美を組織している。日本の風景と寺院の建築とは両々を相まって全く引き離すことができないほどに混和している。 京都、宇治、奈良、宮島、日光等の神社仏閣とその風景との関係は、しばらくこれを日本旅行者の研究に任せて、私はここにそれほど誇るに足らざる我が東京市中のものについてこれを見よう。忍ばずの池に浮かぶ弁天堂とその前の石橋とは、上野の山を覆う杉と松戸に対して、または池一面に咲く蓮の花に対して、 最ももよく調和したものではないかこれらの草木とこの風景とを眼前に置きながら殊更に西洋風の建築または橋梁を作ってその上から蓮の花やごいや亀の子などを平気で見ている現代人の心理は到底私には解釈しえられぬところである浅草観音堂とその境内に立つイチョウの老樹上野の清水堂と 春の桜秋の紅葉の対象もまた日本固有の植物と建築との調和を示す一例である建築は元より人工のものなれば風土気候の遺憾によらずアジアの土壌にヨーロッパの塔を建つるも容易であるが天然の植物に至っては人為のままに緑にこれを移し植えることはできない無常の植物はこの点において 最大の芸術家哲学者よよりもはるるかによく己を知っている「私は日本人が日本の国土に生ずる特有の植物に対してもう少し信仰なる愛情を持っていたならたとえ西洋文明を模倣するにしても今日のごとく古国の風景と建築とを既存せずに済んだであろうと思っている。電線を引くに不便なりとて 遠慮職もなく露傍の木を切りまたは昔からなる名所の眺望や由緒のある老樹にも構わずむやみやたらに赤レンガの高い家を建てる現代の状態は実に根底より自国の特色と伝来の文明とを破却した暴挙と言わねばならぬ。この暴挙あるがために初めて日本は20世紀の峡谷になったというならば外観上の峡谷たらんがために 日本はその尊き内容を全く犠牲にしてしまったものである私は上野博物館の門内に入る時表敬館の傍らに今なお不思議にも余命を保っている老将の形と赤レンガの建築とを対象してこれが日本固有の貴重なる古美術を収めた宝庫かと誠に気ーなる勘に打たれる日本橋の大通りを歩いて 三井三越をはじめこの辺に競うて立つアメリカ風の高い商店を望むごとに私はもし東京市の実業家が真に日本橋といい駿河町と呼ぶ名称の何たるかを知りこれに対する伝説の興味を感じていたなら繁華な市中からも日本晴れの青空遠く富士山を望み得たという昔の眺望の幾分を保存させたであろうと愚にもつかぬことを考え出す。 私は外堀の土手に残った松の木をば雪の明日月の夕べ折々の季節につれて原痕の市中第一の風景として喜ぶにつけて近頃四谷見附内に新築された大きな赤い八十の学校の建築をば心の底から憎まねばならぬ日常をかかる不調和な市街の光景に接した目を転じてひとたび市内に残された寺院神社を問えば いかにつまらぬ道具もまたいかに狭い境内も私の心には無限の医者を与えずにはいない私は市中の寺院や神社を訪ね歩いて最も有水の感を与えられるのは境内に進み行って近く本堂の建築を打ち仰ぐよりも路傍に立つ草門をくぐり たなる境内の樹木と本堂鐘楼塔の屋根を背景にしてその前にそびえる中門または三門をば長い敷石道のこなたから遠く静かに眺め渡す時である浅草の観音堂について論ずれば雷門はすでに焼け失せてしまったが今なお残る仁王門をば仲見世の敷石道から望み見るがごとき光景であるあるいはまた 阿広尾橋のたもとより一本道の外れに松雲寺の門を見るごときあるいは芝大門の辺より道の両側に達中の寺寺田苛果を貫るその外れにあたってはるかに朱塗りの楼門を望むが如き光景である私は格のごとき日本建築の円形についてこれをば西洋で見たパリの凱旋門その他の眺望に比較すると気候と光線の関係ゆえか ただなんとはなしに、日本の円形は平たく見えるような心持ちがする。この点において、宇多川豊春らの描いた浮世の円形木版画には、どうかすると真によくこの日本的感情を示したものがある。私は適度の距離から寺の門を見る眺望と共に、また近寄って扉の開かれた寺の門をそのままの額縁にして境内を伺い、 あるいはまた進み行って境内よりその門外を顧みる光景に一段の画集を覚えるすでに大久保代理その他の説著において私は寺の門口からその内外を見る景色の最も面白きは浅草の仁王門および随神門であることを語ったされば今更ここにその興味を繰り返して述べる必要はない「寺の門は」 格のごとく本堂の建築とは必ず適度の距離に置かれ境内に入る者をしてその帳簿よりしておのずから経験の心を起こさしめるように作られてある寺の門はさながら西洋還元学のプレリュードのごときものである最初に総門ありその次に中門ありしかるのち有水なる境内あってここに初めて本堂が建てられるのである 神社について見るもまず鳥居あり次に楼門ありこれを過ぎて初めて本殿に至る皆相応の距離が設けられてあるこの距離あって初めて日本の寺院と神社の威厳が保たれるのであるされば寺院神社の建築を美術として研究せんと欲する者は単独にその建築を見るに先立って 広く境内の敷地全体の設計並びにその地勢から観察していかねばならぬこれすでにゴンスやミジオンのごとき日本美術の研究者また旅行者の論ずるごとく日本人の西洋と異なるゆえである西洋の寺院は大抵単独に路防に喫立しているのみであるが日本の寺院に至ってはいかなる小さな寺といえども皆門を控えている 芝増上寺の楼門をして格のごとく立派に見せようがためにはその門前なる広い松原がぜひとも必要になってくるであろう麹町比叡神社の三門の花だ有水なる理由を知らんにはその周囲なる杉の木立のみならず前に控えた高い石段の有無をも考えねばなるまい日本の神社と寺院とはその建築と地政と樹木との 誠に複雑なる総合美術であるされば境内の老樹にしてもしその一種を越しせしむれば全体より見て容易に修繕しがたき破損を来たさしめたわけである私はこの論法によりさらに一歩を進めて京都奈良のごとき市街はその貴重なる古舎寺の美術的効果に対して 広く市街全体をもその境内に同じ年見物として取り扱わねばならぬと思っているすなわちかかる市街の停車場旅館・館の学校等はその建築の体裁もできうる限りその市街の生命たる古社寺の風紀と歴史等を傷つけぬよう常に慎重なる注意を払うべき必要があったしかるに近年見るところの京都の道路家屋並びに橋梁の改築工事のごときは 全くのの意表に入れたものである日本いかに貧国たりとも京都奈良の二宮都をそのまま保存せしめたりとてもしそれだけの埋め合わせとして新領土の開拓に努むところあらば一国全体の商工業より見てさしたる損害をきたすわけでもあるまい眼前の利にのみ悪せくして世界に二つとない自国の宝の根踏みをするいとまさえないとは あまりに小国人の面目を活躍させすぎた話である。思わず畑違いへ、例のお口癖とは言いながら愚痴が回りすぎた。世の中はどうでも勝手に白暴気。私は自分勝手にただ一人日和桁を引きずりながら黙って裏町を歩いていればよかったのだ。議論は予想、皆様がご退屈だから。 第六水渡し船フランス人エミル・マンユの著書「都市美論」の興味あることはすでに我が随筆大久保代理のうちに述べておいたエミル・マンユは都市に対する「水の美」を論ずる一章において 広く世界各国の都市とその下流および港湾の神秘的関係よりさらに進んで運河昇拓噴水橋梁等の再設にわたってこれを解きなおその足らざるところを補わんがために水流に鋭ずる市街投下の美を論じている今試みに東京の市街と水との神秘的関係を考えるに水は江戸時代より継続して 今日においてもも東京の美観を保つ最も貴重ななる要素となっている陸路運輸の弁を欠いていた江戸時代にあっては天然の下流たる隅田川とこれに通ずる幾筋の運河とは言うまでもなく江戸商業の生命であったがそれとともに都会の住民に対しては春秋四季の娯楽を与え時に普及の価値あるシイカ絵画を作らしめた。 しかるに東京の今日市内の水流は単に運輸のためのみとなり全く伝来の神秘的価値を失うに至った。隅田川は遊に及ばず神田のお茶の水本所の立川をはじめ市中の水流はもはや現代の我々には昔の人が船宿の桟橋から直舟に乗って山谷に通い柳島に遊び深川に戯れたような風流を許さず。 また釣りや網の娯楽をも与えなくなった今日の隅田川はパリにおけるセーヌ川のごとき微礼なる感情を催さしめずまたニューヨークのホドソンロンドンのテームスに対するがごとく偉大なる布告の相関をも想像させない東京市の下流はその港湾なる品川の入り海とともにさして美しくもなく大きくもなくまたさほどに繁華でもなく 誠にどっちつかずの極めてつまらない景色をなすにすぎないしかしそれにもかかわらず東京市中の散歩において今日なお比較的興味あるものはやはり水流れ船動き橋かかるところの景色である東京の水を論ずるにあたってまずこれを区別してみるに第一話品川の海湾 第2は隅田川、中川、六号川のごとき天然の下流、第3は小石川の江戸川、神田の神田川、王子の人無川のごとき再流、第4は本所、深川、日本橋、京橋、下谷、浅草と市中、繁華の町に通ずる純然たる運河、第5は芝の桜川、根津の藍染川、麻布の古川、下屋の忍川のごとき、 その名のみ美しき皇居もしくは下水第六は江戸城を取り巻く幾重の堀第七は忍ばずの池角はず十二層のごとき池である井戸は江戸時代にあっては三宅坂そばの桜がい,い清水谷の柳のい,い湯島の天神のお福の井のごとき古来江戸名所のうちに数えられたものが多かったが東京になってから全く世人に忘れられ 所在の地さえ大抵は不明となった東京市は格のごとく海と川と堀と溝と被災に観察しきたればそれら幾種類の水すなわち流れ動く水とよどんで動かぬ死し,したる水とを有するすこぶる変化に富んだ都会であるまず品川の入り海を長面にここは目下なお築工の大工事中であれば 将来いかなる光景を停止きたるや今より予想することはできない今日まで我々が年久しく見慣れてきた品川の海はわずかに防臭がよいの蒸気船と丸っこいだるま船を引き動かす引き船の往来するほか東京なる大都会の繁栄とは直接に差したる関係もない泥海である潮の引くときレードは目の届く限り引き続いて岸近くには 古桁に墨田原さては皿小鉢やワンのかけらにフナムシのうよよと這い寄るばかりこの汚いドブのような沼地を掘り返しながら折々は五階鳥が手桶けを下げて五階を取っていることがある遠くの沖にはかなたこなたにミオやそダが突っ立っているがこれさえ岸より長めればちりあくたかと思われその間に浮かぶ柿舟やノリどリの小舟も 今はただしようとする人のの目にのみ、いささかの風刺を覚えさせるばかりである。各現代の主婦に対しては実用にも装飾にも何にもならぬこの無用なる品川湾の眺望はかの八山の沖に並んで浮かぶこれも無用なるお台場と相まっていかにも過ぎ去った時代の遺物らしく放棄された悲しい趣を示している。 天気の良い時白穂や浮雲と共に望み得られる阿波一茶の三栄とてももはや今日の都会人にはかの花川戸助六がセリフにも読み込まれているような爽快な心持ちを起こさせはしない品川湾の眺望に対する興味は時勢とともに全く隠滅してしまったにかかわらずその代わりとして起こるべき新しい風景に対する興味は今日においては 未だ成り立たずにいるのである芝浦の月見も高輪の二十六夜町もすでに亡き世の語り草である南品の風流を伝えた老大も今はただ不潔なる商家に過ぎぬ明治二十七八年頃、ろ恵美水院氏がこの地の娼婦を材料として描いた小説「泥水清水」の一泥水清水」の一編は 当時、勇者の分断に傑作として批評されたものであったが今よりして改装すればこれすらすでに遠い世の様を描いた物語のような気がしてならぬ各品川の景色の見捨てられてしまったのに反して二船の帆柱と工場の煙突の群がり立った大川口の光景は折々西洋の漫画に見るような一種の趣味に照らしてこのごとも案外長く ある一派の詩人を喜ばすことができるかもしれぬ木下木太郎北原白秋初夏のある時期の詩編には築地の旧居留地から月島永泰橋あたりの生活及びその風景によって環境を発したらしく思われるものが少なくなかった全く石川島の工場を後ろにして幾層となく帆柱を連ねて停泊する様々な日本風の二船や西洋型の歩前線を見れば おののずと特殊の市場が催される「私は永代橋を渡る時活動するこの川口の光景に接するや道ーデーが千ー川を往復する二船の生活を描いた可憐なるかのラ・ニベルネーズの一章編を思い出すのである今日の永代橋にはもはや辰巳の昔を回想せしむべき何者も,もない猿がゆえに私は永代橋の鉄橋オバ かえってかの吾妻橋や両国橋のごとくに醜いとは思わない新しい鉄の橋はよく新しい河口の風景に一致している私が1 5六6歳の頃であった永代橋の川下には旧幕府の軍艦が一層商船学校の練習船として立ち腐れのままにつながれていた時分同級の中学生と いつものように浅草橋の船宿から小舟を借りてこの辺をこぎ回り川中に停泊している狛江線を見物して怖い顔した船長からヤシの実をたくさんもらって帰ってきたことがあるその折私たちは船長がこの小さな狛江線を操って遠く南洋まで後悔するのだという話を聞き全くロビンソンの冒険談を読むような勘に打たれ 将来自分たちもどうにかしてあのような勇猛なる航海者になりたいと思ったことがあったやはりその自分の話である築地の貸しの船宿から市長炉のボートを借りて遠く千住の方までこぎのぼった帰り引き潮に連れて佃島の手前まで下ってきた時突然向こうから帆を上げて進んでくる大きな高瀬船に衝突し幸いに一人も怪我はしなかったけれど 借りたボートの小べりをば散々に壊してしまった上に貝を一本折ってしまった一同は皆親がかりのばかり船遊びをすることもうちへは秘密にしていたくらいなので私たちは船江戸へ帰って万一破損の弁償金を請求されたらどうしようかとその前後策を講ずるために佃島の砂の上にボートを引き上げ浸水を買い出しながら相談をした。 その結果夜暗くなってから船宿の桟橋へ船をつけ宿の亭主が船べりの大破損に気のつかないうち一同一目散に逃げ出すがよかろうということになった一同は小浜御殿の石垣下までこぎ入ってから空腹を我慢しつつ水の上の全く暗くなるのを待ち船宿の桟橋へ上がるが否や店に預けておいた手荷物を奪うようにひっつかみ めめいめい後をも見ずひた走りに銀座の大通りまで走ってやっと息をついたことがあったその頃には東京府立の中学校が築地にあったのでその辺の船宿では釣り船のほかにボートをも貸したのである今日築地のお貸しを散歩しても私ははっきりとその船宿のいずこにあったかを確かめることができない。 わずか二十年前なる我が少年時代の記憶の跡すらすでに格のごとくである東京市街の急激なる変化はむしろ驚くのほかはない大川筋一帯の風景についてその最も興味ある部分は今述べたように永代橋河口の眺望を第一とする吾妻橋両国橋等の眺望は 今日のところあまりに不整頓にして永代橋に置けるがごとく環境を一箇所に集中することができないこれを例するに浅野セメント会社の工場と新大橋の向こうに残る古い日飲み櫓のごときあるいは浅草蔵前の伝統会社と駒形堂のごとき国技館とエコーイ院のごときあるいは橋場のガスタンクと 真っ先のの老のごときそれら工業的近世の光景と江戸名所の悲しき遺跡とはいずれも個々別々に私の感想を錯乱させるばかりである。されば私は格のごとく過去と現在すなわち敗退と進歩との現象のあまりに甚だしく混雑している今日の大川筋よりも深川小名木川より猿江浦のごとく 辺りは全く工場地に変形し江戸名所の名残もたやすくは訪ねられるほどになったところを選ぶ。大川筋は戦時より両国に至るまで今日においてはまだまだ工業の侵略が緩慢に過ぎている本庄小梅から押上辺に至る辺りも同じこと新しい工場町としてこれを眺めようとする時今となっては かえって柳島の妙見堂と料理屋の橋本とが目障りである運河の眺望は深川の尾名川辺に限らず伊豆湖においても隅田川の両岸に対するよりも一体にまとまった環境を起こさせる一例をあぐれば中津と箱崎町の出花との間に深く突き入っている堀割はこれを箱崎町の永久橋 または勝負貸しの女橋から眺めやるに、水はあたかも入り江のごとく、無数の二舟は部落の間をなし、白暮風収まるとき、競って水煙をたなびかすさま、まさに湖南沢国の趣をなす。すべて皇居運河の眺望の最も変化に富み、かつ活気を帯びるところは、この中津の水のように、かなたこなたから幾筋の細い流れが、やや広い堀割を中心にして、 一箇所に落ち合ってくるところもしくは深川の扇橋のごとく長い掘割が互いに交差して十字型を成すところである本庄柳原の新辻橋京橋八丁堀の白魚橋霊岸島の霊岸橋辺りの眺望は掘割の水のあるいは分かれあるいは合するところ橋は橋に接し流れは流れと相撃しややともすれば船は船に突き当たろうとしている。 私はかかる風景のうち日本橋を背にして江戸橋の上よりひし形を成した広い水の片側には荒目橋続いて四安橋片側には鎧橋を見る眺望オバその沿岸の消火倉庫および海上共闘の繁華雑踏とを合わせて東京市内の掘割のうちにて最も偉大なる相関を呈するところとなす。こととにののの夜景のごとき、橋上を往来する車の日は、 沿岸の灯花と相乱れて鉄晶水の上に揺らめき動くありさま銀座街灯の灯花よりはるかに美麗である堀割の岸には諸々に物上げ場がある市中の生活に興味を持つ者には物上げ場の光景もまたしばし杖をとどむるに足りる夏の炎天神田の鎌倉菓子牛米揚げ場の菓子などを通れば 荷車の馬は馬方とともに疲れて川沿いの大きな柳の木の下に居眠りをしている。砂利や河原や川土を積み上げた物陰には決まって牛飯や水豚の露天が出ている。時には氷屋も荷を下ろしている。荷車の後押しをする車力の女房は男と同じような身支度をして立ち働き、その赤子をおば捨て子のように砂の上に投げ出していると、 その辺には痩せた鶏が落ちこぼれた餌をもあさり尽くして。馬の尻から馬糞の落ちるのを待っている。私はこれらの光景に接すると。必ず北斎、あるいはミレを連想して。深刻なる絵画的写実の環境をいざない出され。自ら開示の心得なきことを悲しむのである。以上、下流と運河のほか、なお東京の水の美に関しては。 諸々の下水が落ち合って次第に川のごとき流れをなす溝川の光景を訪ねてみなければならない東京の溝川には折々おかしいほど事実と相違した美しい名が付けられてある例えば芝あたごしたなる清少寺の前を流れる下水を昔から桜川と呼びまた今日では全く渦め尽くされた神田梶町の下水を愛染川 橋場曽川寺の裏手から真っ先へ出る溝川を「重井川」また小石川金剛寺坂下の下水を「人参川」と呼ぶ類いである江戸時代にあってはこれらの溝川も寺院の門前や大名屋敷の平祖と謎ぞ幾分か人の目につく場所を流れていたようなことから土地の人にはその名の示すがごとき特殊の感情を与えたものかもしれないしかし今日の東京になっては 下水を呼んで川となすことすらすでに滑稽なほど大げさである格のごとくその名とその実との相伴わざることは一人下水の流れのみにはとどまらない江戸時代とまたその以前からの伝説を継承した東京市中各所の地名には少しく低い土地には先人の遊国を見るように地獄だに千日だにガゼンボウガになぞいう名が付けられ また少しく小高いところには直ちに我が,がたる山岳のごとくあた山、道館山、松地山などと呼ばれている。島なき場所も柳島、三河島、向こ島などと呼ばれ森なきところにもカラス森、詐欺の森のごとき名称が残されてある。初めて東京へ出てきた地方の人は電車の乗り換え場を間違えたり市中の道に迷ったりした腹立ちまぎれかかる地名の虚偽をもって これまた都会の憎むべき悪風として観察するかもしれない溝川はもとより下水に過ぎない紫の一元にも芝の宇田川を解く下りにため池の屋敷の下水落ちて愛宕の下より増上寺の裏門を流れてここに落ちる愛宕の下屋敷屋敷の下水も落ち込むゆえ 宇田川橋にては少しの川のように見うれども水上は格のごとし」とある通り昔から江戸の市中には下水の落ち合って川をなすものが少なくなかった下水の落ち合って川となった流れは道に沿い坂の麓をめぐり流れ流れていくうちにだんだん広くなって天然の下流または海に落ち込むあたりになるとどうやらこうやら天馬線を通わせるくらいになる。 の古川は芝山内の裏手近くその名も赤羽川と名付けられるようになると山内の樹木と五重の塔のそびうる麓をめぐって収集の瓶をあたうるのみか紅葉の頃は四条派の絵にあるような景色を見せる王子のおとなし川も三河島の野を潤したその末は三夜堀りとなって同じく船を浮かべる下水と溝川は その上にかかった汚い木橋や崩れた寺の塀枯れかかった生垣または貧しい人家の様と相対してしばしば憂鬱なる裏町の光景を組織するすなわち小石川柳町の小流れのごとき本郷なる本名寺坂下の溝川のごとき団子坂下から根津に通ずる藍染川のごときかかる溝川流れるる裏町は大雨の降る折といえば 必ず雨量の氾濫に災害を被るところである溝川が貧民屈に調和する光景のうちその最も悲惨なる一例を挙げれば麻布の古川橋から三の橋に至る間の川筋であろうブリキ板の破片や腐った屋根板で吹いたあばら屋は数町にわたって左右から濁水を差し挟んで互いにその傾いたひさしを向かい合わせている。 春秋時効の変わり目に降り続く大雨の度ごとに芝と麻布の高台から滝のように落ちてくる濁水はたちまち両岸に氾濫して暴れの腐った土台からやがては破れた畳までを浸してしまう雨が晴れると水に濡れた家具や家具布団をはじめ何とも知れぬ汚らしいボロの数々は旗か登りのように両岸の屋根や窓の上にさらし出される。 そして真っ黒な裸体の男や腰巻き一つの汚い女房やまたは子供を背負った小娘までがざるや籠や桶を持って濁流のうちにいりつ乱れつ冬な屋敷の池から流れてくる雑魚を捕らえようと焦っているありさま通りがかりの橋の上から眺めやると雨上がりの晴れた空と日光のもとに春時はかえって一種の相関を呈していることがある。 かかる場合に監視せられる宗官はちょうど軍隊の整列もしくは部隊における並び大名を見るときと同様で一つ一つに話してみれば極めて平凡なものも集合して一段をなすときにはここに思いがけない美麗と威厳とが形作られる古川橋から眺める大雨の後の貧火の光景のごときもやはりこの一例であろう。 江戸城のお堀は、けだし水の美の勘たるもの。しかしこのことは、叙述の筆をもってするよりも、むしろ絵画の儀をもってするにしくはない。それゆえ私はただ、大館長の蓮池五門、三宅坂下の桜田五門、九段坂下の牛ヶ淵等、古来人の勝備する場所の名を挙げるにとどめておく。池には古来より忍ばずの池の生計あること。 これも今さら必要がない「私は毎年の秋竹の台に開かれる絵画展覧会を見ての帰り道いつも四季満々たる出品の絵画よりも向こうが丘の石油を配下の池に反映する天然の絵画に対して杖をとどむるを常としたそして現代美術の品評よりも一人離れて自然の画種に恍惚とする方がはるかに平和幸福であることを知るのである。 忍ばずの池は今日市中に残された池のうちの最後のものである江戸の名所に数えられた鏡ヶ池や乳母池は今さら訪ねる由もない浅草寺境内の弁天山の池もすでに町屋となりまた赤坂のため池も跡形なく埋め尽くされたそれによって私は将来忍ばずの池もまた同様の運命に陥りはせぬかと危ぶむのである うっそうとして生い茂る山王の招致はその水力を繁栄せしむべき麓のため息あって初めて完全なる山水の妙子を示すのであるもし上野の山より忍ばずの池の水を奪ってしまったならそれはあたかも両腕をもぎ取られた人形に等しいものとなるであろう都会は繁華となるに従ってますます 自然ののからら生ずる風景の美を大切に保護せねばならぬ。都会における自然の風景はその都会に対して金を持って作ることのできぬ威厳と品格とを帯びさせるものであるパリにもロンドンにもあんな大きなそしてあのように芳しい蓮の花の咲く池は見られまい都会の水に関して最後に渡し船のことを一言したい。 渡し船は東京の都市が前時整理されていくにつれてすなわち橋梁の便宜を得るに従ってやがては廃絶すべきものであろう江戸時代に遡ってこれを見れば元禄9年に永代橋がかかって大渡しと呼ばれた大川口の渡し場は江戸鹿の子や江戸雀などの古書にその跡を残すばかりとなったそれと同じように大馬屋菓子の渡し鎧の渡しをはじめとして 市中諸書の渡し場は明治の初年佳京工事の春生とともにいずれも後を絶ち今はただ浮世絵によって当時の光景をうかがうばかりであるしかし渡し場はいまだことごとく東京市中からその後を絶ったわけではない両国橋を間にしてその川上に富士見の渡しその川下に畑の渡しが残っている月島の埋め立て工事が出来上がるとともに 築地の海岸からは新たに引き船のお渡しができた向こう島には人の知る竹屋のお渡しがあり橋場には橋場の渡しがある本庄の建川深川の鰻川辺の川筋には似たり船で人を渡す小さな渡し場が一箇所もある鉄道の便宜は近世に生まれた我々の感情から全く 器量と呼ぶ純朴なる悲哀の市場を奪い去ったごとく橋梁はまた遠からず近世の年より渡し船なる古めかしい緩やかな上司を取り除いてしまうであろう今日世界の都会中渡し船なる古賀の趣を保存しているところは日本の東京のみではあるまいかアメリカの都市には汽車を渡す王子掛けの渡し船があるけれど竹屋の渡しのごとく 川水に洗い出された木目の美しい木造りの船、菓子の炉、竹の差をもってする絵のごとき渡し船はない。私は向島の見めぐりや白髭に新しく橋梁のできることを決して悲しむものではない。私はただ両国橋の有無にかかわらず、その上下に今なお渡し場が残されてあるごとく。 隅田川その他の川筋にいつまでも昔のままの渡し船のあらんことを恋願うのである橋を渡る時欄干の左右から広々した水の流れを見ることを喜ぶ者はさらに岸を下って水上に浮かびかもめとともに緩やかな波に揺られつつ向こうの岸に達する渡し船の愉快を容易に了解することができるであろう都会の大堂には橋梁の瓶あって 自由に車を通ずるにかかわらず、ことさら岸に立って渡し船を待つ心は、ちょうど表通りに立派なアスファルト敷きの道路あるにかかわらず、好んで横丁や路地の感動を抜けてみる面白さとやや似たものであろう。渡し船は自動車や電車に乗って馳せ回る東京市民の交渉外とは多くの関係を持たない。しかし渡し船は時間の消費を厭わず、 重い風呂敷包みなど背負ってテクテクと市中を歩いている者どもには大なる休息を与えまた我らのごとき閑散なる遊歩者に向かっては近代の生活に味わわれない感覚の慰安を覚えさせる「木で作った渡し船と年老いた船頭とは現在並びに将来の東京に対して最も尊い骨董の一つである」。 古住と寺院と城壁と同じくあくまで保存せしむべき都会の宝物である。都市は個人の住宅と同じくその時代の生活に適当せしむべく常に改築のようあるはもちろんのことである。しかし我々は人の家を通った時座敷の床の間にその家伝来の書画を見ればなんとなく奥ゆかしくおのずから囚人に対して敬意を深くする。都会も その活動的ならざる他の一面において極力伝来の戸籍を保存しもってその品位を保たしめねばならぬこの点よりして渡し船のごときは一人我ら一個の偏凶なる逮捕趣味からのみこれを論ずべきものではあるまい。第七路地 鉄橋と渡し船との比較から、ここに思い起こされるのは、立派な表通りの街路に対して、その間間に隠れている路地の興味である。偽造西洋館の焦点並び立つ表通りは、ちょうど電車の往来する鉄橋の趣に等しい。それに反して、日陰の薄暗い路地は、あたかも渡し船の物ノれにして常味の深きに似ている。 式帝三馬が下作「浮世床」の挿絵に歌川国直が「路地口の様」を描いた図がある歌川豊国はその時代のあらゆる階級の女の風俗を描いた絵本「今用鏡」のうちに路地のありを写している路地はそれらの浮世絵に見るごとく今も昔と変わりなく催眠の生息するところ 日の渡った表通りからは見ることのできないさまざまなる生活が潜み隠れている。詫び住まいの儚さもある。陰性の平和もある。失敗と挫折と休迫との最終の報酬なる怠惰と無責任との落くもある。スイタ同士の新書体もあれば命がけなる3つの冒険もある。されば、 路地は細く短しといえども趣味と変化に富むことあたかも長編の小説のごとしといわれるであろう今日東京の表通りは銀座より日本橋通りはもちろん上野の広小路浅草の駒形通りをはじめとして至る所西洋間街の建築物とペンキ塗りの看板痩せ衰えた並木 さてはところ所嫌わず無遠慮に突っ立っている電信柱とまた目まぐるしい電線の網目のために言うまでもなく静寂の美を保っていた江戸市街の整頓を失いしかもなおいまだ音律的なる活動の美を有する西洋市街の列に加わることもできないさればこの中途半端の市街に対しては風雨雪月石陽等の助けを軽にあらずんば 到底芸術的環境をすことができない表通りを歩いて絶えず感じるこの不快と嫌悪の情とは人しを私をしてその陰に隠れた路地の光景に興味を持たせる最大の理由になるのである路地はどうかすると横丁同様車の通れるほど広いものもあれば 土蔵または人家の冷やわいになって人一人やっと通れるかどうかと危ぶまれるものもあるもちろんその住民の階級職業によって路地は種々違った体裁を成している日本橋際の木原棚は軒並み飲食店の安藤が出ているところからいまだに「食商人道」の名がついている。東橋の手前 東京亭と呼ぶ寄席の角から花川戸の路地に入ればここは芸人や芝居者また遊芸の師匠などの多いところからなんとなく猿若町の新道の昔も描くやと推量せられるいつも夜店のにぎわう八丁堀北島町の路地には片側に講爵の定石片側には娘義太夫の定石が向き合っているので 連の手拍子は舞を張り扇の響きに打ち交わる両国の広小路に沿って石を敷いた小道には小間物や袋物やせんべいやなど主々なる小売店のにぎわうありさままさしく屋根のない観光場の廊下とみられる横山長編のとある路地の中にはやはり立派に石を敷き詰めた 両側ともに長とつつ袋物また筆などを制している問屋ばかりが続いているので路地一帯が倉庫のように思われるところがあった芸者屋の許可された町の路地は言うまでもなく生めかしい限りであるが私はこの種類のうちでは新橋柳橋の路地よりも新富沢裏の一角尾場その辺りの掘割の夜景と、 また芝居越えの背面を見る様子とから最も趣のあるように思っている。路地の最も長くまた最も削奪してあたかも迷宮の間あるは吉兆の芸者屋町であろう路地のうちに蔵造りの質屋もあれば疎得な人のタクらしい板塀も見える我が拙作小説「隅田川」の編中にはかかる路地のある場所をばその頃見たままに写生しておいた。 路地の光景が常に私をして格のごとく興味を催さしむるは西洋を銅版画に見るがごときあるいは我が浮世絵に味わうがごとき平民的画史ともいうべき一種の芸術的環境に基づくものである路地を通り抜ける時試みに立ち止まって向こうを見ればこなたは差し迫る両側の建物に日を遮られて湿っぽく薄暗くなっている間から はるかに表通りの一部分だけが路地の幅だけにくっきり限られていかにも明るそうに賑やかそうに見えるであろう。ことに表通りの向こう側に日の光が照り渡っている時などは風になびく柳の枝や広告の旗の間に行き来の人の形が影のごとく現れては消えていくありさま。ちょうど10日に照らされた演劇の舞台を見るような思いがする。 夜になってこちらは真っ暗な路地裏から表通りの灯火を見るがごときは言わずともまた別用の公主がある。川沿いの町の路地は折々忍び返しをつけたその出口からはるかに貸し通りのみならず合わせて橋の欄干や杉ゆく荷船の帆の一部分を望み得させることがある。格のごとき光景はけだし一品中の一品である。 路地地ははいいい。かかににに精密ななる東京市の地図にも決してて明らかには描き出されていないどこから入ってどこへ抜けられるかあるいはどこへも抜けられず行き止まりになっているものか否かそれはけだしその路地に住んで初めてはっきりするので一度や二度通り抜けたぐらいでは容易に判明すべきものではない。 路地には往々江戸時代から伝承しき立った古い名称があるすなわち中橋の加納神道というがごとき歴史的由緒あるものも少なくないしかしそれとてもその土地に住み古したものの間にのみ通用されるべく名前であって東京市の姿勢が認めてもって公の町名となしたものはおそらくは一つもあるまい路地はすなわち ああくまでで平民ののの間にのみ存在し了解されているのである犬や猫が柿の破れや塀の隙間を見いだして自然とその種族ばかりに限られた通路を作ると同じように表通りに門戸を張ることのできぬ平民は大道と大道との間に自ずから彼らの生息に適当した路地を作ったのだ。路地は公然姿勢によって経営されたものではない。 都市の面目定裁品格とは全然関係なき別天地であるされば鬼神の馬車富豪の自動車の地響きに護水の夢を驚かされる恐れなく夏の夕べは孔子戸の外に裸体で涼む自由があり冬の夜は置きごたつに林家の三味線を聴く面白さがある新聞買わずとも世間の噂は金棒引きの女房によって司祭に伝えられ 禅息持ちの隠居がせきは頼まざるに夜通し泥棒の用心となる。核のごとく路地は一種言い難き生活の悲哀のうちにおのずからまた深刻なる滑稽の上司を伴わせた小説的世界である。しかしてべてこの世界のあくまで下世話なる感情と生活とはまたこの世界を構成する公子戸どぶいた。 物し台木戸口忍び返しなどいう道具建てと一致しているこの点よりして路地はまた根然たる芸術的調和の世界と言わねばならぬ第8空き地市中の散歩に際して ちょうど前章に述べた路地と同じような興味を感じしむるものがもう一つある。それは空き地である。市中繁華なる街路の間に夕顔、昼顔、露草、大箱などいう雑草の花を見る空き地である。空き地はもとよりその時と場所とを限らず偶然にできるものゆえ我々は市内のいかなるところに いかなる空き地があるかは地面師ならぬ限りあらかじめこれを知ることができないただその場に通りかかって初めてこれを見るのみであるしかし空き地は強いて探し歩かずとも市中至る所にある今まで久しく草の生えていた空き地が地ならしされてやがて不審が始まるかと思えばいつの間にかその隣の家が取り払われてある場合には火事で焼けたりして ここに別の空きき地ができるそして一雨降ればすぐに雑草が目を吹きやがて花を咲かせたちまちにして蝶々とんぼトンボやキリギリスの飛んだり跳ねたりする野原になってしまうと外囲いはあってもないと同然通り抜ける人たちの下駄の葉に小道は縦横に踏み開かれ昼は子どもの遊び場夜は男女が密会の場所となる。 夏の世にところの若い者が素人相撲を催すのも空き地があるためである。市中繁華な町の蔵と蔵との間、または二船の混み合う掘割近くにある空き地には、今も昔と変わりなく、折々、荒野の星場、または元結の糸栗場などになっているところがある。それらの光景は、 私の目には直ちに北斎の画題を思い起こさせる一度や芝白金の随祥寺という名高い大爆宗の禅寺を見に行った時その門前の空き地に一人の男がしきりと元結の車を食っていたこの景色は荒れた寺の門とその辺の貧しい人家などに対象して私は廃人企画が 茅場町薬師堂のほとりなる草の裏手タデの花穂にいでたる空き地に文七というものが元ゆいこぐ車の響きをば昼も日暮しに聞き交えてまたことさらの心地し文七に不まるな庭のカタツムリ元ゆいのぬるまは悲しい虫の声大言はさらす元いにおつる狩りなぞと銀じたる 風流の孤児を思い浮かべたのであったこのことは紳士が配分集類光寺のうち北の窓と題された一章に書かれてある類光寺は私の愛読する書物のうちの一冊である私がまだ中学校へ通っている頃までは東京中には広い空き地が諸々方々にあった 神田三崎町の朝練場跡は人殺しや首くくりの噂で夕暮れからは誰一人通るものもない恐ろしいところであった小石川富坂の片側は砲兵交渉の日よけ地で樹木の茂った間の窪地には溝が小川のように美しく流れていた下屋の佐竹ヶ原芝の摩らのごとき旧諸侯の屋敷跡は すっっっかりにになててしまった後でもいだに腹の名が残されている銀座通りに鉄道馬車が通って数寄屋橋から幸橋を経て虎ノ門に至る間の外堀にはまだ昔の石垣がそのままに保存されていた自分今日の日比谷公園は見通しきれぬほど広々した空き地で冬枯れの雑草に夕日の差す景色は 目の当たり武蔵野を見るようであった。その自分に比すれば、大名工事の後なる丸の内の三菱ヶ原も、今は大方赤レンガの会社になってしまったが、それでもまだところどころに空き地を残している。私は梶橋を渡って丸の内へ入るとき、いつでも東京府庁の前側に広がっている空き地を眺めやるのである。なぜというに、 この空き地には、繁茂した雑草の間に、池のような広い水たまりが一箇所もあって、夕日の色や青空の雲の影が美しく漂うからである。私はなんとなく、こういう風うに打ち捨てられた荒れ地をば、かつて南シナ辺のある植民地の市街の裏手、またはアメリカ西海岸の深海地の町などで、幾度も見たことがあるような気がする。 桜田三つけの外にも、久しく平営の跡が空き地のままに残されている。参謀本部下の堀端を通りながら眺めると、空き地のやや小高くなっているところに、雑草や野塚に覆われたまま、崩れた石垣の残っているのが見える。その石の古びた色と、また石垣の積み方とは、おのずと大名屋敷の立っていた昔を思い起こさせるが、 それとともに私はまた霞屋関の坂に面した一方にいまだに一棟か二棟ほど荒れたまま立っている平屋のレンガ造りを望むと御老中御奉行などという代わりに新しく三義だの開拓史などいう感銘が行われた明治初年の時代に対して今となってはかえって淡く寂しい一種の興味を呼び出されるのである。 明治10年頃、小林清智家王が新しい東京の風景を写生した水彩画オーバー、そのまま木版ずりにした東京名所の図のうちに、外桜田園景と題して、遠く樹木の間にこの平影の正面を望んだところが描かれている。当時、都下の平民が新たに工場の門外に建てられたこの西洋造りを仰ぎ見て、 いかなる新規の念とまた崇拝の情に打たれたか。それらの感情は、新しい学校の、いわば地球を帯びた新画風と、古めかしい木版刷りの技術と相まって、遺憾なく紙面に役除としている。一時代の感情を表現し得たる点において、小林王の風景版画は、甚だ価値ある美術と言わねばならぬ。すでに巨彩、木下木太郎氏は、 芸術第2号において小林王の風景版画に関する新研究の一端を漏らされたが市は進んで王の経歴を尋ねその芸術についてさらに詳細なる研究を試みられるとのことである小林王の東京風景画は古川木阿弥の世話狂言筆や神戸明石の島蔵などと並んで 明治初年の東京をうかがい知るべき無常の資料である。維新の当時より下って憲法を発布に至らんとする明治20年頃までの時代は今日の御仁よりしてこれを解雇すれば東京の市街とその風景の変化風俗人情流行の推移等あらゆる方面にわたって甚だ興味あるものである。されば滑稽なる我が日和桁の散歩は 江戸の遺跡と合わせてしばしばこの明治初年の東京を訪ねるることに努めているしかし小林王の反物に描かれた新しい当時の東京もわずか2三3 0年とはたたぬうちさらにさらに新しい第2の東京なるものの発達するに従って前時跡形もなく消滅していきつつある。明治6年 筋貝見つけを取り壊してその石材を持って作ったかの眼鏡橋はそれと同じような形の浅草橋とともに今日は皆鉄橋に架け替えられてしまった大川端なる元柳橋は水際に立つ柳と諸ろとも全く跡形なく取り払われ百本食いはつまらない石垣に改められた今日東京市中において小林王の東京名所へと参照して わずかにその当時の光景を保つものを求めたならば虎ノ門に残っている旧高額料のレンガ造り九段坂上の東明台日本銀行前なる常盤橋その他数カ所に過ぎまい「漢画の建築物のごときも明治当初のままなるものは桜田外の参謀本部神田橋内の印刷局江戸橋際の駅定局など指折り数えるほどであろう」。 空き地のことから、またしてても話が妙な方面へ逸れししまった。しかし空き地と古い都会の追想とはさして無関係のものではない芝赤羽の海軍造兵将の跡は現在南蛮坪という広い空き地になっているこれは誰も知っている通り有馬港の屋敷跡で現在柿殻町にある水天宮は もっっとこのの内にあったのであたでる「一龍斎広重の唐刀名将のうち赤羽の図を見ると柳の生い茂った寂しい赤羽川の堤に沿って大名屋敷の長屋が遠く立ち続いているその屋根の上から水天宮駅神ののぼりが幾筋となくひらめいている様が描かれている。 この図中に見るナマコ壁の長屋と朱塗りの御朱伝門とは去年の春頃までは半ば崩れかかったままながらなお当時の面影をとどめていたが本年になって内部に立つ造幣省のレンガ作りが取り払われるとともに今は跡形もなくなってしまったその時分今年の5月頃のことである友人久米君から 突然有馬の屋敷跡には名高い猫騒動の古塚がいまだに残っているということだから訪ねてみたらばと注意されて私は慶應義塾の帰りがけ初めて久米君とこの空き地へ日和桁を踏み入れた「猫塚の噂は造幣商が取り払いになって」。 空き地の中にはそろそろ通り抜ける人たちの下駄の葉が縦横に小道をつけ始める頃から誰言うとなく言い伝えられ既にそのことは23の新聞紙にも記載されていたということであった私たち二人は見た通りに沿う外囲いの土ぶの淵に立ち止まってどこか入りいいところを見つけようと思ったが板塀には少しも破れ目がなく のぶはまた広くて、なかなか飛び越せそうにも思われない。みすみす空き地の外を迂回して赤羽の川端まで出てみるのもゴーハラだし、そうかといって通り過ぎた酒屋の角まで立ち戻って坂を登り空き地の裏手へ回ってみるのも大義である。そう思うほどこの空き地は広々としているのである。私たちはやむを得ず空き地の一角に 恩師財団再生会とやらいう札を下げた門口を見つけて用事ありげにそこから構え内へ入ってみた構え内は往来から見たと同じようにしんとしてさらに万人のいる様子も見えない私たちは安心してずんずんと赤レンガの母屋について迂回しながらその裏手へ出てみるとわずか上下二筋の鉄条項が引っ張ってあるばかりで 広々した空き地は正面にうつうつとして老中の生い茂った辺りから一帯に丘陵をなしその麓には大きな池があって男や子供が大勢釣竿を持ってわいわい騒いでいる意外な景気に興味百倍して久米君は手早く夏羽織の裾とたもとをからげるやいなや身軽く鉄条工の間をくぐって向こうへ出てしまった私はあいにくその日は学校の図書館から借り出した 重い書物の包みを抱えていた上に、片手には例のコウモリ傘を持っていた。そればかりでない、私の履いていた愛島仙台平野夏袴は、死んだ父親の形見で、いかほど胸高に締めても、とかくずるずると尻下がりに引きずってくる。久米君は見かねて、鉄条項の向こうから、重い書物の包みとコウモリ傘と受け取ってくれたので、私は、 日和りの花を踏みしめ紬の一重羽織の裾を高く巻き上げきっと夏ばかのの立ちを取るとずぬけて性の高い実のありがたさ何の苦もなく鉄条甲を上からひとまたぎにまたいでしまった2人は早速空き地の草原を横切って大勢へ釣りする人の集まっている古池の渚へと急いだ。 池はその後ろにそびゆる崖の高さと、また水面に枝を垂らした老樹や岩石の配置から考えて、その昔、ここに久留米二十四万石の城主の館が築かれていた自分には、現在水の漂っている面積よりも確かにその二三倍広かったらしく、また崖の中腹からは見事な滝が落ちていたらしく思われる。私は今まで書物や絵で見ていた、 江戸時代の数ある名園のありさまをおばおぼろげながら心の内に描き出した。それとともに我々の生まれ出た明治時代の文明なるものは実にこれらの美術をば惜しげもなく破壊して平英や兵器の製造場にしてしまったような英断宗教の結果によってなったものであることを今更のごとくつくづくと思い知るのであった。 池の周りは浅草公園の釣り堀も及ばぬ賑やかさである。土壌と船と時には大きなうなぎが釣れるということだ。私たちは水際を回って崖の方へ通ずる小道をよじ登っていくと大木の根形にジジイが一人腰をかけて釣り道具に駄菓子やパンなどを売っている。木を見るに瓶なるこの親父の商法にさすがの我々もいささか敬福して、 その前に立ち止まったついで猫塚の在りかを訪ねるとじいさんは既に案内者全たる調子で崖の彼方なる森陰の小道を教えなお猫塚といっても今はわずかに欠けた石の台を残すばかりだということまで詳しく話してくれた「名所戸籍は遺族に限らず行ってみれば大抵こんなものかと思うようなつまらぬものである。 ただそのところまで尋ね至る間の道筋や周囲の光景及びそれに付随する感情等によって多実話の種となすにたるべき興味がつながれるのである有馬の猫塚は釣り道具を売ってるじいさんが話したよりも来てみればさらにつまらない石のかけらに過ぎなかった果たしてそれが猫塚の大石であったか否かも甚ははだ不明なくらいであった 私たちは、旧造幣省の建物の一部をば、眼下に低く見下ろす崖地の一角に、昼なお暗く天を覆った老樹の根方と、また深く雑草に埋められた崖の中腹に、一つ二つ転げ落ちている石を見つけたばかりである。しかし、ここに来たるまでの崖の小道と周囲の光景とは、遺憾なく私ら二人を喜ばしめた。私は実際、 今日の東京市中に、かも有水なる森林が残されていようとは、夢にも思い及ばなかった。柳、椎、菓子、杉、椿などの大木に混じって、金目やつでなどの庭木さえ、多年手入れをせぬところから、今は全く野生の林同様、斜重やえに、その枝と幹と入れ違えている。時節はちょうど初夏の5月のこととで、 これらの樹木はいずれもその枝のたわむほど重々しく青葉に覆われている上に気味の悪い名の知れぬ宿り木が胎児のコブや幹の股から髪の毛のような長い葉を垂らしていた遠い電車の響きやまた近く崖下で釣りする人の立ち騒ぐ声にも恐れず勢いよくさえずる小鳥の声が鋭く小から小に反響する私たち二人は 雑草の露に袴の裾を潤しながらこの森陰の小暗い片隅から青葉の枝と幹との間を透かしてかなたはるかに広々した空き地の周囲の諸々に残っている練り塀の崩れに夏の日光のことさら明るく照り渡っているのを打ち眺めなんというわけもなくただ中象として猿に忍びざるがごとくいつまでも佇んでいた。私たちは すでに破壊されてしまった愛馬の救援に対して通嘆するのではない。ひとたび破壊されたその跡が、ここに年を経てせっかく後部の死守に覆われた空き地になっているところをば、さらに何らかの新しい計画が近いうちにこの森とこの雑草とを取り払ってしまうであろう。私たちはそのことを予想して、前もって深く探索したのである。 私は雑草が好きだスミレータンポポのような春草桔梗御南シのような秋草にも劣らず私は雑草を好む空き地に茂る雑草屋根に生ずる雑草道路のほとり土舞の淵に生ずる雑草を愛する空き地はすなわち雑草の花園である かやつり草のほの、ねりぎりのごとくに細く美しき。猫じゃらしのほの、毛よりも柔らかき。さては赤のままの花の、暖かそうに薄赤き。大箱の花の、爽やかに青白き。箱べの花の、砂よりも小さくして真っ白なる。一つ一つに見きたれば。 雑草にもなかなかに捨てがたき可憐なる風情があるではないか。しかしそれらの雑草は和歌にも歌われず、争奪光輪の絵にも描かれなかった。一人、江戸平民の文学なる徘徊と教科あって、初めて雑草が文学の上に取り扱われるようになった。私は北川歌丸の描いた 絵本・「虫選び」を愛してやまざる理由はこの浮世絵師が南宋の画家も史上派の画家も決して描いたことのない極めて肥俗な草花と昆虫とを写生しているがためであるこの一例をもってしても「徘徊」と「強化と「浮世絵」とは古来我が貴族趣味の芸術が全く観客していた一方面を拾い取って 自由にこれをを芸術化せしめた大なるる功績を担うものである私は近頃数寄屋橋外に虎ノ門金ピ羅の社前に神田聖堂の裏手にその他諸書,書に新設される公園の樹木を見るよりも通りがかりの空き地に咲く雑草の花に対してはるかに言い知れぬ興味と上司を覚えるのである。 戸川周骨君がそのままの木に「下の富山ヶ原」という一章がある富山ヶ原は旧美秋湖お下屋敷のあったところその名高い庭園は荒らされて陸軍富山学校と返事、付近は光爆たる射的場となっているこの辺り豊玉郡に属し近き頃までツツジの名所であったが年々人家中密して いわゆる郊外の深海町となったにかかわらず射的場のみは今なお依然として原のままである。終骨君曰く富山の原は東京の近郊に珍しい公開した地である。目白の奥から巣鴨滝の川へかけての平野はさらに広い武蔵野の趣を残したものであろう。 しかしその平野はすべて雷志が加えられている。立派に工作された二地歳である。従って田園の趣はあるが野種に至っては乏しい。しかるに富山の原は、原とはいえども多少の皇帝があり、立ち木がたくさんにある。大きくはないが凶木が立ち込めて草林を成したところもある。そしてその地には少しも人口が加わっていない。 全く自然のままであるもし当初の武蔵野の趣を知りたいと願う者はここにそれを求むべきであろう。皇帝のある広い地は一面に雑草を持って覆われていて春は積草に次女の自由に遊ぶに適し秋は画人の欲しいままに散歩するに任す四季のいつと言わず絵画の学生がここそこにカンバスを携えて このの自然を移しているのが絶えぬ「まことに自然の一大公園である最も健全なる遊覧地であるその自然と野趣とは全く郊外の他の場所に求むべからざるものであるおよそ今日のせい卑しくも余地あればそこに建築を起こすしからずともこれに来志を加うるに躊躇しないしかるにいかにして大久保のほとりに かかるほとんど自然そのままの原野が残っているのであるか不思議なことにはこれが実に俗中ののなるる陸軍の賜物である富山の原は陸軍の用地であるその一部分は富山学校の射的場で一部分は練兵場として用いられている。 しかしその大部分はほとんど不要の地であるかのごとく市民もしくは村民の蹂躙するに任してある。牙の兵士が大久保柏木の小道を体をなしてはせ回るのは甚だうるさいものである。いなうるさいではない尺に触る。天下の行動を我が物顔に横領して息すこぶる上がるごと棋風あるは我ら平民の甚だ不快とするところである。 しかしこの不快をあたうるその大器官はまた古の武蔵野をこの富山の原に世らのために保存してくれるものである思えば世の中は不思議に相あがなうものである一利一害今さらながら応法の説がことに深く感じられる周骨君が言うところ 大いに我が意を得たものであるこれは直ちに移して代々木青山の連兵場または高田の馬場等に応用することができる「晩秋の夕日を浴びつつ高田の馬場なる紅葉の林にさまよいあるいは晴れたる冬の朝青山の源頭に雪の富士を望むがごときはこれ皆俗中の俗たる陸軍のたまものではないか」。 私は、慶應義塾に通う電車の道すがら、信濃町権田原を経、青山の大通りを横切って、三連隊裏と記した赤い棒の立ってるあたりまで、その沿道の大きな建物は、ことごとく陸軍に属するもの。また、電車の乗客、外乗の通行人は、兵卒ならざれば士官ばかりというありさまに、私はいつも、世を挙げてことごとく陸軍たるがごとき官を深くする。 それとともに、ゴンダワラの林に初夏の新緑を望み、三連隊裏と青山墓地との間の土手や草原に、春は若草、秋はすすきの方を眺めて、終骨くんのいわゆる王宝の説に同感するのである。四ツ谷、サメヶ橋と赤坂離宮との間に、神武鉄道の線路を境にして、高層生成たる日よけ地がある。 初夏の夕暮れ、私は四ツ谷通りの上結床へ行った帰り道、または買い物にでも出たとき、宝蔵寺横丁だとか、あるいは再念寺横丁だとか呼ばれた寺の多い横丁へ曲がって、車の通れぬ急な坂尾は、鮫ヶ橋谷町へ降り、貧火の間を貫く一本道をば、足の行くがままに、おのずとかの日よけ地にいで、ここに若葉と雑草と夕葉へとを眺めるのである。 この散歩は道のりの短い割にすこぶる変化に富むが上に、また辺境なる我が崖をに適するところが少なくない。第一は、サメガ橋なる貧民窟の地性である。四谷と赤坂両区の高地に挟まれたこの谷底の貧民窟は、堀割と小舟と製造場等を背景にする水場の貧下に対象して、坂と崖と樹木等を背景にする 山手ののの景色を代表するものであろう四谷の方の坂から見ると貧貨のブリキ屋根は木立の間に寺院と墓地の裏手を見せた向かい側の崖下にごたごたと重なり合ってその間から折々汚らしい洗濯物をば風にひらめかしている初夏の空美しく晴れ崖の雑草に青々とした目が燃えで。 辺りの木立に若葉の緑が滴る頃には目の下に見下ろすこの貧民窟のブリキ屋根はひとしお汚らしくこうした人間の生活には草や木が天然から受ける恵みにさえ預かれないのかとそぞろ悲惨の意を増すのであるまた冬の雨降り注ぐ夕暮れなどには破れた障子に映る灯火の影カラスなく墓場の枯れ木とともに遺憾なく 色あせた冬の景色を作り出す。この暗鬱な一宮からわずかに鉄道線路の土手一筋を超えると、その向こうには広々した日よけ地を前に控えて、赤坂御所の土塀が犬の御門というのを中にして、長い坂道をば遠く青山の方へよじ登っている。日ごろ人通りの少ないところとて、古風な練り部屋と、 それれを覆う樹木とはことに気高く望まれる私は日よけ地のやや御所の方に近く猫柳が45本乱れ生じている辺りにある年の夏の夕暮れ雨のような水音を聞きつけ毒虫をも恐れず草を踏み分けながらその方へ歩み寄った時柳の陰には山の手の高台には思いもかけない足の茂りが夕風にそよいでいて。 井戸のように深くなったくぼみの底へと、大方御所から落ちてくるらしい水の流れが、大きな咳にせかれて、滝をなしているのを見た。夜になったらきっと蛍が飛ぶに違いない。私はこの夕べばかり、夏の黄昏の長く続く上にも、夕月の光あることを恨みながら、元来た鮫ヶ橋の方へときびすを返した。 鮫川市の貧民窟は一時代々木の原に万国博覧会が開かれるとかいう話のあった頃もしそうなった暁四谷代々木間の電車の窓から西洋人がこの汚い貧民窟を見下ろしでもすると国家の恥辱になるから東京市はこれを取り払ってしまうとやらいう噂があったしかし万国博覧会も例の日本人の唐揚げ駅で金がないところからおじゃんになり したがってサガバ橋も今日なお取り払われず西年寺の急な坂下に依然としてハゲチョロのブリキ屋根を並べている「貧民窟はもとより都会の美観を増すものではないしかし万国博覧会を見物に来る西洋人に見られたからとて何もそれほどに決まりを悪がるには及ぶまい灯籠の役人ほどバカなことを考える人間はない」。 東京なる都市の体裁日本なる国家の対面に関するものを挙げたなら貧民屈の取り払いよりもまず市中諸所に立つ銅像の取りのけを急ぐが主党であろう現在私の知っている東京の空き地は大抵以上のようなものである我が住む家の門外にもこの両三年市ヶ谷監獄所跡の空き地が広がっていたが 今年の春ごろから死刑台のあとに観音ができ辺りは日々町になっていく遠からず芸者屋が許可されるとかいう噂ささえある芝浦の埋め立て地も目下家屋の立たない間は同じく空き地として見るべきものであろう現在東京市内の空き地の中でこれほど広々とした眺望をなすところは他にあるまい夏の夕べ 海の上に月の昇る頃は広々した空き地の雑草は一望煙のごとくかすみ渡ってかなたこなたに通ずる掘割から二船の穂柱が見える景色などまんざら捨てたものではない東京市の土木工事は手を変え品を変え志士として東京市の風景を既存することに努めているが幸いにも雑草なるものあって 焼け野のごとく木一本もない空き地にも緑やわらかき猛煎を述べ月の光あってその上に露の玉の縫い取りをする我ら発酵の詩人は田園においてよりも後人の都市においてさらに深く自然の恵みに感謝せねばならぬ第九 崖「数ある江戸名所案内記中その最も古い方に属する紫の人元や江戸僧佳の子大山などを見ると坂山窪堀池橋などいう分類のもとに江戸の地理戸籍名所の説明をしている。しかしその分類は例えば谷というところに日比谷谷中 渋雑司ヶ谷や謎を編入したように地理よりも実は地名の文字から来る遊戯的興味に基づいたところが少なくない格のごときはけだし江戸系文学のいかなるものにも必ず発見せられるその特徴である私はすでに季節して東京の水と路地と続いて空き地に対する興味をばやや分類的に記述したので ここにもう一つ、崖なる文章を付け加えてみよう。崖は、空き地や路地と同じように、我が日和桁の散歩に少なからぬ興味を添えしめるものである。なぜというに、崖には野笹やすすきに混じって、あざみ、やぶからしをはじめ、ありとあらゆる雑草の繁茂した間から、場所によると清水が湧いたり、 下水が谷川のように扇線,線と落として流れたりしているところがある。また、落ちかかるように斜めに生えた樹木の幹と枝と、ことに根の形などに、絵画的教師を覚えさせることが多いからである。もし樹木も雑草も何も生えていないとすれば、東京市中の崖は、切り立った赤土の夕日を浴びる時など、遠然放類を望むがごとき、悲壮の感を示す。 昔から市内の崖には別にこれという名前のついたところは一つもなかったようである紫の人もとその他の書にも久保谷などいう分類はあるが崖という一章は設けられていないしかし皇帝の甚だしい東京の地勢から考えて崖は昔も今も変わりなく市中の諸書にそびえていたに相違ない 上野から道館山、飛鳥山へかけての高地の側面は、崖のうちで最も偉大なものであろう。神田川を限るお茶の水の絶壁は、もとより小石壁の名があるくらいで、崖の最も絵画的なる実例とすべきものである。小石川、春日町から柳町、札谷町へかけての低地から、本郷の高台を見るところどころには、 電車の開通しない以前、すなわち東京市の地勢と風景とがまだ今日ほどに破壊されない頃には木や草の生い茂った崖が現れていた。根津の低地から弥生川と仙田木の高地を仰げば、ここもまた絶壁である。絶壁の頂に沿って、根津権現の方から団子坂の上へと通じる一条の道がある。 私は東京中の往来のうちで、この道ほど興味あるところはないと思っている。片川は木と竹やぶに覆われて昼なお暗く、片川は我が歩む道さえ崩れ落ちはせぬかと危ぶまれるばかり。足元を覗くと崖の中腹に生えた樹木の小を透かして、谷底のような低いところにある人家の屋根が小さく見える。 それば向こうは一面に遮るものなき大空、限りもなく広々として、自由に浮き雲の定めなき行方をも見極められる。左手には上の谷中に連なる森黒く、右手には神田下や浅草へかけての死骸が一目に見晴らされ、そこより起こる雑然たる巷股の物音が距離のために和らげられて、かのうベルレーヌが死に、 かの平和なるものの響きは町より来たるといったような心持ちを起こさせる東大の赤学森大貝先生の拠点はこの道のほとり団子坂の頂に出ようとするところにある二階の欄干に佇たずむと市中の屋根を越してはるかに海が見えるとやら シカルがゆえに先生はこの牢を艦長牢と名付けられたのだと私は聞き伝えている。たびたび私はこの艦長牢に親しく先生にまみゆるの光栄に接しているが、多くは夜になってからのことなので、惜しいかな一たびもまだ牛尾を見る機会がないのである。その代わり私は忘れられぬほど音色の深い上野の鐘を聞いたことがあった。 日中はまだ残暑の去りやらぬ初秋の夕暮れであった。先生は大方お食事中でもあったのか、私は取り次ぎの人に案内されたまま、しばらくの間ただ一人、この館長楼の上に取り残された。楼は確か八畳に六畳の二間かと記憶している。一軒の床には何か言われのあるらしいライト という一字を石刷りにした大福がかけてあってその下には古い信濃陶器と想像せられる大きな六角の貨幣が花一輪さしてないためにかえってこの上もなく厳格にまた冷静に見えた座敷中にはこの床の間の軸と貨幣のほかは全く何一つ置いてないのである額もなければ置物もない 恐る恐る四枚立ての襖の開け放してある次の間を伺うと、真ん中に机が一脚置いてあったが、それさえいわば台のようなもので、一枚の板と四本の足があるばかり。引き出しもなければ彫刻の飾りも何もない机で、その上にはすずりも陰気壺も紙も筆も置いてはない。しかし、その後ろに立てた六枚屏風の裾からは、 紐で束ねた西洋の新聞か雑誌のようなものの片端が見えたので、私はそっと首を伸ばして差し除くと、いずれも大部のものと思われる主樹なる洋書が座敷の壁際に高く積み重ねてあるらしい様子であった。世間には、おお、読まざる書物を霊々と、ことさら人の見るところに飾り立てておく人さえあるのに、これはまた、なんという一 変わった完璧であろう私はしがらみ造誌以来の先生の文学とその成功について何とはなく慎重に考え始めようとした「あたかもその時である」「ひときわ高く漂いをる木星の匂いとともに上野の小生は残暑を払う涼しい夕風に吹き送られ 開け放した館長楼上にただ一人主人を待つ間の私を驚かしたのである。私は振り返って音のする方を眺めた。千駄木の崖上から見るかの香ばくたる支柱の眺望は今しも騒然たる墓合に包まれ、一面に煙渡った底から数知れぬ灯火を輝かし、 雲のごとき、上の谷中の森の上には、淡い黄昏の美行をば、夢のように残していた。私は、シャワンの描いた、聖女ジュネビエーブが静かにパリーの夜景を見下ろしている、かのパンテオンの壁画の、神秘なる灰色の色彩を思い出さねばならなかった。鐘の音は、長い余韻の後を追いかけ追いかけ、 突き出されるるのである「その度ごとにその響きの湧きずる森の影は暗くなり低い市中の灯火は次第に光を増してくるとシャバの声は嵐のようにかえって高くやがて鐘の音の最後の余韻を消してしまった」「私は呆然として再びがらんとして何物も置いてない館長楼の内部を見回した。 そしてこの何物もない牢場からこの市中の唐梗を見下ろしこの鐘の音とこのシャバの響きをカワルガールに聞きすましながら我が大貝先生は静かに書を読みまた筆を取られるのかと思うと実にこの時ほど私は先生の風貌を叔母シャワンが壁画中の人物同様神秘に感じたことはなかった。 ところが、いやあ、大変お待たせした。しっけい、しっけい。と言って、先生は書生のように二階のはしご段を上がって来られたのである。金金の白いシャツ一枚、その下には赤い筋の入った軍服のズボンを履いておられたので、何のことはない。大貝先生は日曜、鹿島の二階か何かでゴロゴロしている兵隊さんのように見えた。暑い時はこれに限る。 一番涼しい」と言いながら先生は女中の持ち運ぶ銀の皿を私の方に押し出して葉巻を勧められた先生は陸軍省の医務局長室で私に対談せられる時にも決まって葉巻を勧められるもし先生の生涯にいささかたりとも贅沢らしいことがあるとするならばそれはこの葉巻だけであろう。 この夕べ、私は親しく、おいけんの哲学に関する先生の感想を伺って、夜も九時過ぎ、再び千駄木の崖道をば、根津権現の方へ降り、忍ばずの池の後ろを回るとここにもそびえ立つ東照宮の裏手一面の崖に、この間の星を数えながら、やがて広小路の電車に乗った。 私の生まれた小石川には崖がたくさんあった。第一に思い出すのは、苗賀谷の小道から仰ぎ見る左右の崖で、一方にはそのなさえ気味の悪い霧下ん坂が斜めに開け、それと向かい合っては名前を忘れてしまったが、山道のような細い坂が小日向大町の裏へとよじ登っている。今はこの左右の崖も、 大方は趣のない積み方をした東西風の石垣となり竹やぶも樹木も切り払われて全く以前の薄暗いものすごさを失ってしまったまだ私が七八つの頃かと記憶しているキリシタン坂に沿う崖の中腹に大雨か何かのために突然真四角な大きな横穴が現れどこまで深く続いているのか行く先が分からぬというので 近所の者は、大方キリシタン屋敷のあった頃掘り抜いた地中の抜け道ではないか、なぞと評判した。この明賀谷を小湊水道町の方へ出ると、今も往来の真ん中に胃腸の大木が立っていて、わらじと宝録がたくさん奉納してある小さなお宮がある。一体この水道端の通りは、 片側に寺が幾軒となく続いて、いろいろの形をした胸門を並べているところから、今も折々私の喜んで散歩するところである。この通りを行き尽くすと、音羽へ曲がろうとする角に大塚火薬庫のある高い崖がそびえ、その頂にちらばらと凶木が立っている。崖の草枯れきばみ、 この凶木の冬枯れした小にカラスが群れをなして止まるときなぞは、さながら文人画を見る趣がある。これと対して牛込の方を眺めると、赤木の高地があり、正面の行く手には目白の山の側面がまた崖をなしている。目白の眺望は、すでに植山陣の東宝山十五景の教科にもある通り、昔からの名所である。 植山人の木に曰く、東峰山新彫国寺目白不動尊の立たせたまえる山は、宝永の頃、最小院法院の住める関口の蘇儀所より近ければ、西南に傾く日陰に杖を立てて、時知らぬ富士の白雪を眺め、船長の頼の緑になびく風に涼みて、しばらく息をのぶとぞ聞こえし、また、 物の部の大きなの、牛めに今ませし頃にありけん。南角春代乱亭をはじめとして、このほとりの十五景を分かちて、唐歌に物瀬し一巻をも見たりしことあれば、我が生まれたる牛めの里近きあたりの景色も懐かしく、ここにその台を移して、いかに読み続けぬるも、その神、 大国屋と聞こえし高殿には母の六十の我のむしろを開きしことありしもまた天命の昔なれば関口の髪のすき返し目白の滝の糸の繰りことになんありける。右山王家昔見し、むぐらうずらの山桜、決しての後は花もちらほら。 縄文緑樹シャチホコの右を木に登る青葉山渡り倉の牛込の門慶変流形、何がしの大頭にも似たるかな鎌倉道に出との蛍は陸伝落月白露の結べる霜の奥手より 早平田高等平らかな水たもを今年夜がよくて船の穂に穂が咲くかとぞ見る事前降風寺前で酒飲ませんともみじみの地口まじりの顔の夕映え月中亡学 八葉の腐葉の花を一輪の桂の枝に咲かせてぞ見る「高村悲節酒会に雪の中里一筋に重い入り江の江戸川の末」「彫刻盆雨明王の古きをもって新しき新井長谷寺の奉仕樽部氏」 赤城花色朝夕の「霞の色も赤城山そなたの方に無かで知られる」「光殿剛士」「宮家市の高田の方に光町」「穴八幡か水稲荷かも」「最昌小生最昌寺」「祖神の天の若か,かりし」 昔つけたる鐘の声声「殿下一路」「横に行く蟹川越えてまっすぐに通る門田の中関の道」「岩盤朱杉の葉の立てる門辺に目白押し鵜匠を飛ばす岸の辺の茶屋」「円光衰退」 水車くるくるめぐり合うことは一目包みの関口もなし去年の暮れ岩屋しろくくんと図らず木曜会忘年会の席上に開講した時談話はたまたま「わが日よ逃げた」のことに及んだしろくくんは麹町平川町から永田町の裏通りへと登るところに 以前は実に有水な崖があったと話された。さざなみ先生も白くんも、ともどもその頃は長田町なるゆえ、一六先生の邸宅にまだ部屋住みの身であったのだ。ちょうどその時分私も一時父の住まった感謝がこの近くにあったので、憲法発布当時の寂しい麹町の昔を色々と追想することができる。 一年ほど父の住まっておられた某将の干拓も、その庭先がやはり急な崖になっていて、ものすごいばかりの竹やぶであった。この竹やぶには引きガエるのいたこと、これまた気味悪いほどで、夏の夕べまだ夜にならないうちから何十匹となく這い出してくる引きガエるに、庭先は一面大きな五ロ大使でも敷き詰めたようなありになる。 この庭先の崖と相対しては、一筋の細い裏通りを隔てて、ドイツ公使館の立っている高台の後ろが、やはり樹木の茂った崖になっていた。私は寒い冬の夜なぞ、日本伝来の迷信に養われた子供心に、我にもあらず幽霊や何かのことを考え出して、一生懸命に痩せ我慢しつつ、真っ暗な廊下を一人川屋へ行くとき、 その破れた窓の障子から、向こうの崖なる木立の奥深く、偽善たる西洋館の窓窓に、当家の光光と輝くのを見、同時にピアノの音のモルルを聞きつけて、私は西洋人の生活をば、限りもなく不思議に思ったことがあった。近頃日和桁を引きずって散歩するうち、私の目についた崖は、 芝日本絵の木なる荒野山の裏手、またはイサラゴ台から海を見るあたり一体の崖である。日本絵の木荒野山の向こう側なる上行寺は、規格の墓あるゆえに、人の知るところである。私は、本堂の立っている崖の上から、すり鉢の底のような、この上行寺の墓地全体を覗き見るありさまをば、規格の墓もろともに忘れがたく思っている。 白金の古刹、随章寺の裏手も、私には幾度か杖を引くに足るべきすこぶる憂水なる崖を成している。麻布赤坂にも芝同様崖がたくさんある。山の手に生まれて山の手に育った私は、常にかの警戒勝者なる船と橋と貸しの眺めを占有する下町を羨むのあまり、この崖と坂との喫屈なる風景をもって、 大いに山の手の誇りとするのである隅田川両岸一蘭に川筋の風景をのみ描き出した北斎もさらに足引きの山の手のために山又山山岸を描いたではないか第十坂前回行きするところの崖と いささか重複する嫌いがあるが、市中の坂について少しく述べたい。坂は、すなわち平地に生じた波乱である。平坦なる大通りは、歩いて滑らずつまずかず、車を走らせて安全無事、荷物を運ばせて賃金安しといえども、無料に苦しむ肝心の散歩には、あまりに単調に過ぎる。けだし、東京市中における眺望の、 一直線をなす美観は、橋あり船ある運河の岸においてのみこれを見得るが、銀座・日本橋の大通りのごとき平坦なる街路の眺望に至っては、我ら不幸にして、いまだ大西の都市において経験したような環境を催さない。西洋の都市においても、私はニューヨークの平坦なるフィフス・アベニューより、コロンビアの高台に登る石球を好み、 ハリーのプールバールよりもはるかにモンマルトルの高台を愛したリオンにあってはクロワルスの坂道から手ずれた古い石の欄干を越えて眼下にソーンの貸し通りを見下ろしながら歩いた夏の黄昏をば未だに忘れないあの景色を思い浮かべるたびたび私はフランスの都会はどこへ行ってもどうしてあのように美しいのであろう どうしてあのように柔らかく人の空想を刺激するようにできているのであろうと愛も変わらずやるせなき追憶の夢にのみ打ち進められるのである。その頃私は年なお三十に至らず個心標然異教によってさらに顧客となるの恨みなく至るところの生産これ奮母の地とも言いたいほど 息すこぶる豪なるところがあったが今その十年の昔と貧乏未だ幸いにして下を頂かざれど精魂ようやく衰え盛代の世に男一匹の身をもてあぐみなすこともなき苦しさに江戸絵図を懐に日和げた引きずってすでに強化俳句に読み古された江戸名所の跡を弔い歩む感慨と比較すれば全く我ながら一滴の涙なきを得ない。 さりながらかの刃歌の文句にも「色気ないとて苦に狭い静が伏せやに月もさす」「いたずらに悲しみ憤って身を破るがごときはけだし賢人のなさざるところ」「我らが住む東京の都市いかに醜く汚しというともここに住みここに朝責を送る限り醜きうちにも幾分の美を探り汚きうちにもまた何かの趣を見出しもって気は心とやら」 無理やりにも少しは居心地住み心地のよいように自ら思い出すところがなければならぬこれ元来が首位というものなき我が日和桁の散歩のいささかもって首位とするところではないかそもそも東京市はその面積と人口においては既に世界屈指の大都である。この盛況は、 銀座日本橋のごとき繁華の街路を歩むよりも山手の坂に立ってはるかに市中を眺望する時他が目にもたやすく感じ得られるところであるこの都に生まれ育ちて獅子の風物何一つ珍しいこともないまでに慣れすぎてしまった我らさえ折り合って九段坂三田聖坂あるいは霞が関を上り下りするときには 覚えず、その眺望の大いなるに歩みをとどめるではないか。東京市は坂の上の眺望によって、最もよくその依頼を示すと言うべきである。古来その眺望よりして最も名高きは、赤坂霊南坂上より芝西の窪へ降りる江戸見坂である。 山を前にして日本橋京橋から丸の内を一目に望むことができる。芝居羅御台上の潮見坂も天然の地形と距離とのよろしきがために品川のお台場依然として昔の名所へに見る通り道行く人の鼻先に浮かべるありさまこれによってこれを見れば古来江戸名所に数えられる地点ことごとく名ばかりの名所でないことを称するに足りる。 今、市中の坂にして長望のかなるものをあげんか。神田お茶の水の昌平坂は、駿河台岩崎邸門前の坂と同じく、万世橋を目の下に神田川を眺むるによろしく、西勝坂は牛込麹町の高台、並びに富岳を望ましめ、飯田町の二号半坂は外堀を越え、江戸川の流れを隔てて、小石川牛天神の森を眺めさせる。 ちょうどこの見晴らしと相対するものは、すなわち小石川伝通院前の安藤坂で、それと並行する金剛寺坂、荒木坂、服部坂、大日坂などは、皆等しく小石川より牛込赤城番長編を見渡すに良い。しかしてこれらの坂の眺望にして、最も絵画的なるは、紺色なす秋の夕萌屋のうちより人家の火のちらつく頃。 または高台の樹木の一斉に新緑に装われる初夏晴天の日であるもしそれ明月高校たる夜牛込神楽坂浄瑠璃坂早内坂また大阪などのほとりに佇んでお堀の土手の続く限り老将の馬車たる影静かなる水に映ずる様を眺めなば 誰しも東京中に格のごとき絶景あるかと驚かざるをえまい坂は格のごとく眺望によりて一段の趣を沿うといえどもさりとて全く眺望なき者もあながち捨て去るには及ばない心あってこれを探らんと欲すれば賀種市上は至る所に見出し得られる 例えば四ツ谷藍住町の暗闇坂麻布二の橋向こうの日向坂のごときを見よ」といったところでこれらの坂はその近所に住む人のほかはちょっとその名さえ知らぬほどな極めて平平凡んたるものであるしかし暗闇坂は車の上らぬほど急な曲がった坂でその片側は全長寺の墓地の樹木鬱蒼として日の光を遮り 乱闘場に雑草を生い茂る有様なんとなくものすごい坂である二の橋の日向坂はその麓を流れる新堀川の濁水とそれにかかった小橋と斜めに坂を覆う一株のえのきとの配合がおのずから絵になるように甚ははだ面白くできている振袖火事で有名な本郷本名寺向こう側の坂もまたその麓とを流れる下水と小橋とのために 私の記憶するところである。赤坂食い違いより麹町清水谷へ下る急な坂、また上二番長辺樹木谷へ下りる坂のごときは、加減の月鎌のごとく樹刀にかかる冬の夜広大なるこの辺の屋敷屋敷の犬の頭部へ聞こえる折りなぞ、市中とは思えぬほどの寂しさである。坂はまた、 土地の傾斜に沿うて立つ家屋、塀、樹木等の見通しによって大いに眼界を美鳴らしむる。すなわち旧歌集校の練塀立ち続く本郷の暗闇坂のごとき、麻部超伝寺の練塀と赤門見うる一本松の坂のごときはその実例である。私はまた坂の内で神田明神の裏手なる本郷の妻恋坂、 石間天神裏花殿町の坂、また、少しく偏僻なるを厭わずは白金清正公のほとりの坂、さては牛米筑戸明神裏手の坂、赤城明神裏門より小石川解体町へ降りる急な坂のごとく、神社の裏手にある坂尾ば、なんとなく特徴あるように思い、通る旅ごとに物珍しくその辺を眺めるのである。坂になった土地の傾斜は、 境内の鳥居やイチの大木や拝殿の屋根、玉垣などをばある時は神家の屋根の上ある時は路地の突き当たりなど思いもかけぬものの間からいろいろに変化させてみせる私はまたこういう静かな坂の中途にこじんまりした貸し屋を見つけると用もないのに必ず立ち止まっては司祭らしく張り札を読むなぜというに神社の境内の近く詫び住まいして 読書に海草くに疲れた折そっと木の実木のまま羽織も引っ掛けず我が家の庭のように静かな裏手から人なき境内に歩み行って鳩の飛ぶのを眺めたり学童の絵馬を見たりしたならば何思うともなくただ呆然としてたやすくこの耐え難き時間を消費することが出来は狭いかと考えるからである東京の坂の内には また坂と坂とが谷をなす窪地を間にして向かい合わせに突っ立っているところがある。前章市内の空き地を記したる嬢に述べた鮫ヶ橋のごとき、すなわちその前後には寺町と菅町の坂が向かい合いになっている。また小石川明ヶ谷にも両方の高地が坂になっている。小石川柳町には一方に本郷より降りる坂あり、 一方には小石川より降りる坂があって、互いに対峙している。こういうところは地勢が切迫して、坂と坂との差し向かいが急激に接近していれば、景色はいよいよ面白く、市中に偶然温泉場の町ができたのかと思わせるようなところさえある。市ヶ谷谷町から中野町へ登る環道に古びた石段の坂がある。念仏坂という。麻布飯倉のほとりにも、 同じような石段の坂が立っている「雁木坂」と呼ぶこれらの石球凍道はどうかすると私には長崎の町を思い起こすよすがともなりうるので日和桁の歩みも危うくコツコツと角のまめつした石段を踏むごとにどうか東京市の土木工事が通行の便利な普通の坂に地ならししてしまわないようにと私は心ひそかに念じているのである。 第十一、石洋、富富士長望。うとの成功をめ目黒に、夕日が丘というがあり、大久保に、西向き天神というがある。共に、夕日の美しきを見るがために、人の知るところとなった。これ、もとより江戸時代のことにして、 今日わざわざかかる偏僻の丘に杖をとどめて夕日を見るがごとき具をなす者はあるまい。しかし私は日頃しきりに東京の風景を探り歩くにあたって、この都会の美観と石陽との関係、甚だ浅からざることを知った。立派な二重橋の眺望も城壁の上なる松の木立を越えて西の空一帯に夕日の燃え立つとき、 最も偉大なるるを呈する暗緑色の松と晩夏の濃い紫とこの夕日の空の紅色とは一人東京のみならず日本の風土特有の色彩である」「夕焼けの空は掘割りに望む白い土蔵の壁に反射しあるいは夕風をはらんで進む二船の方を染めてここにもまた意外なる美観を作る」。 けれども、夕日と東京の美的関係を論前には、四ツ谷、麹町、青山、白金の大通りのごとく、西向きになっている一本筋の長い街路について見るのが一番便利である。神田川や八丁堀などいう川筋、また隅田川沿岸のごときは、石用の美を待たざるも、それぞれ他の趣味によって、それ相応の特徴を付することができる。 これに反して、工事町から四ツ谷を過ぎて、新宿に及ぶ大通り、芝白金から目黒行人坂に至る街路のごときは、以前から嫌にだだっぴろいばかりで、何一つ人の目を引くに足るべきものもなく、全くバスへの汚い往来に過ぎない。雪にも月にも何の風情を増しはせぬ。風が吹けば砂煙に行く手は見えず、雨が降れば、でいねい人のキビを没線ばかりとなる。 かかる無味殺風景の山手の大通りをば幾分たりとも美しいとか何とか思わせるのは全く夕日の関係あるがためのみであるこれらの大通りは四谷青山白金菅鴨などとところは変われど町の様子はなんとなく似通っている昔四谷通りは新宿より甲州街道また青梅街道となり 青山は大山街道、巣鴨は板橋を経て中山道に続くこと、江戸絵図を見るまでもなく、人の知るところである。それがためか、電車開通して街路の面目一新したにかかわらず、今もってどことなく、馬屋寺の趣味が去りやらぬような心持ちがする。ことに、広い一本道の外れに、寂しい冬の落日を望み、西北の寒風に吹きつけられながら、 歩いていくと何ともなく遠い行く先の急がれるような心持ちがして電車自転車のベルの寝をば馬やじの鈴に見立てたくなるのもまんざら無理ではあるまい東京における石養の美は若葉の56月と晩秋の10月11月の間をもって第一とする山の手は庭に垣根に 至る所真珠の緑滴らんとするその木立の間より夕日の空暮に染め入らされたる美しさは下町の川沿いには見られぬ景色である山の手のその中でもことに木立深くうっそうとしたところといえばおのずから神社仏閣の境内を選ばなければならぬ雑司ヶ谷の岸墓人高田馬場の雑木林 目黒の不動、角はずの十二層など、かかるところは空を覆う若葉の間より夕日を見るに良いと同時に、また晩秋の紅葉を称するに適している。赤葉を得り、落葉を踏んで歩めば、豪湖凛落の詩人ならざるも、また多少の感慨なきを得まい。ここに赤葉の美と共に合わせて語るべきは、 市中より見るる。富士山の遠景である夕日に対する西向きの町からは大抵富士山のみならずその麓に連なる箱根大山秩父の山脈までを望みえる青山一帯の町は今なお最もよくこの眺望に適したところでそのほか九段坂上の富士見町通り神田駿河台牛込寺町辺も同様である。関西の都会からは、 見見たくも富士は見えないここにおいて江戸っ子は水道の水と合わせて富士の眺望をとうとの誇りとなした「西に富士ヶ東に筑波」の一語はまことによく武蔵野の風景を言い尽くしたものである。文政年間葛飾北斎「富岳三十六景」の錦絵を描くや そのうち江戸市中より富士を望みうるところの軽色およそ十数箇所を選んだいわく佃島深川万年橋本所立川同じく本庄五つ目羅漢寺千住目黒青山龍眼寺青山温泉水社神田駿河台日本橋橋上駿河町越後屋天灯浅草本願寺品川御殿山及び小石川の雪中である。 私はまだこれらの錦絵オバ、いちいち実景に照らし合わしたことはない。それゆえ、例えば、深川万年橋、あるいは本所立川編より、江戸時代においても、果たして富士を望み得たか否かを知ることができない。しかし、北斎、およびその門人、昌廷北樹、また一流祭広重らの古版画は、今日なお、東京と富士山との絵画的関係を尋ねる者にとっては、 絶好の案内たるや夕を待たない北寿がオランダ風の遠近法を用いて描いたお茶の水の西系は我ら今日目の当たり見る景色と変わりはない神田聖堂の門前を過ぎてお茶の水に臨む往来の最も高きところに佇んで西の方を望めば左には対岸の土手を越して九段の高台 右には造幣省の樹木と並んで牛籠市ヶ谷編の木立を見るその間を流れる神田川は水道橋より牛籠揚げ場編の鹿島まで遠いその眺望の外れに我らは常に富岳とその麓の連山を見る光景全く名所へと異なるところがないしかして富岳の眺望の最も美しきはやはり浮世絵の色彩に似て 初夏晩秋の赤油に照らされて雲と霞は五色に輝き山は紫に空は紅ないに染め尽くされる檻である「東西人の趣味は」は大抵日比谷公園の老女に電気灯を転じてきれいきれいと叫ぶ類のもので「聖夜に月光を称し春風に梅花を愛するがごとく風土固有の自然美を敬愛する風雅の習慣 今は全く血を払っってしまったされば東京の都市に夕日がさそうがさすまいが富士の山が見えようが見えまいがそんなことに頓着する者は一人もないもし我らのごとき文学者にして格のごときことを口にせば文壇はこぞってきざな宗匠か何ぞのように手ひどく貧石するに違いないしかしつらつら思えば イタリア・ミラノの都はアルプの山陰あってさらに美しく、ナポリの都はベズーズ火山の煙あるがためにひときわ旅する者の心に記憶されるのではないか。東京の東京らしきは富士を望みうるところにある。我らはいたずらに議員選挙に奔走することをもってのみ国民の義務とは思わない。我らの意味する愛国主義は 郷土の美を永遠に保護し国語の純化洗練に努むることをもって第一の義務なりと考えるのである今や東京市の風景全く破壊せられんとしつつあるの時我らは世人のこの首都と富岳との関係を軽視せざらんことを恋いねごうてやまない安永頃の廃書名書法学集に富士眺望と題して明月や 富士見えるかと駿河町素龍半分は江戸のものなり富士の雪粒子富士を見て忘れんとしたり大晦日十四年前楽天居さざ波三人のもとに集まる我ら木曜会の会員にラガウンと呼ぶ美目秀麗なる新客があった。 日本語をよくすること法人に異ならず「祖三人」と義合して俳句を吟じ小説を綴りては常に我らを知りえに同弱たらしめた祭人である。古山に帰る時一句を残して曰く、行く「の富士もお我慢別れかな。祖三人古ンの官画にあることさえよ病を得て再び日本に来遊し く,ばくもなくして赤坂ひとつぎの宮居に没した私は富士の眺望よりしてたまたま蘇山人が流別の一句を思い中朝としてその人を思うてやまない君は今鶴にや野蘭富士の雪花風